はいそれでは時間になりましたので始めますよろしくお願いしますえー、と入門講座の本論編の民法第1回ということで、えー、今日からですね、えー、本論編の講義に入ってまいります、えー、民法は全部でまあ24回ということで長丁場になりますけれども、えー、まずね、えー、法律科目の勉強の中で一番重要な科目と言っても過言ではないところですので特にあの法律の学習というのは条文を使ってね、えー、具体的な事例を解決するという点であったりとかあとは判例を読んでその判例というのがどういうふうにね、えー、具体的な事実の解決で 問題の解決に資するのかと、まあ、そういった条文使って判例使って事例を解析していくという、ね、その法律の学習の中のコアになるところですので、まずは、ね、最初のうちは聞き慣れない概念とか多々あるとは思いますけれども、そこのところは、ね、解説あの丁寧にしていきますので、それで少しずつそれ慣れていきながら、その法律の勉強というものを、ね、民法の中で押さえていただければというふうふに思っておりますで、テキストの方ですけれども、セブンサミットの民法1というのがこのクラスのメインテキストになりますが、合わせてですね 私のクラス、事例問題をとにかく解いていくと、もう事例が解けてなんぼというところがありますので、入門講座のレジュメという形で、事例問題集、そして事例解説集ですねの方も合わせて講義の中で扱っていきます、そしてあとは補助レジュメとして、チェックシート、ですね最重要項目チェックシートということで、民法の方をお配りしていますが、こちらの方はですね講義のまとめの際に、ね、使用するなどもしますが、復習の際にですねどういうところがポイントなのかということを、ね、見直す際に使っています。 いただければと思います。そして講義の内容ですけれども、えー、民法のテキストですね。一番最初開くとですね、最初なんか民法とは何かみたいなね、そういう話がえ書かれてた日ね。その後見ていくと。 その民法の、ね、指導原理とか抽象的な議論が最初多くなってきてますのでえその辺の抽象的な議論についてはえ私のクラスではえ後に回していきますえななぜかというと、ね、最初に抽象的な議論をやっても、ね、分からない部分でどうしても、ね、あるしえ興味がそがれてしまうところもありますのでまずは、まあ、日常的な民法でよく使われる契約の場面であったりとか、ね、えそような日常的な場面をまずしっかりと理解していきながらでそれである程度民法の全体像が分かってから戻ってきた方がすっきりするところですので、まあ、試験で 終われなないいないいいいいとうわわけけででででははすすしあの重要度がが低ん最初にやるとかえって、えー、学習上、ねえー、効率がよくないということで最初はその実際のイメージが湧きにくいところから入っていきますでその上でえで、ー、第1回の講義では、えー、セブンサミット108ページ109ページのところで意思表示というのがありますで意思表示というところを扱っていきます、えー、大枠としては第1回で意思表示で第2回、第3回で、えー、代理ですね 代理日常生活でも代理ってよく使いますよね代理人という言葉が出てきますけどその代理の仕組みそして第 3, 回で第3回から第4回にわたって時効ですね日常生活でもよく出てくるところだと思いますけれども、まあそういうふうな、ね、聞き慣れたところをやりながらもその民法というの,を、ね、その民法の世界みたいなところをちょっと理解していくというのが最初の、ね、ポイントになってくると思いますではまず最初、です、ね、意思表示ということで講義を始めていきますがなぜ意思表示からやるかというと まあ、民法の世界って突き詰めて言うとね、まあ、物件と債権という全体構造編でやりましたけれども、まあ、突き詰めて言うと契約から始まることが多いんですよえ何らかの形で契約が成立してそして実際に契約が成立した後にその契約に基づいて何かを行うわけですね売買契約だったらね、えー、パンを売ってください買ってくださいって契約結ぶわけですよねでその結果、えー、契約が成立してそれに基づいてお金を払ってパンを受け取って。 でそれは食べるか何かするわけですねで、実際それで契約が成立すればその後契約の実行履行というんですけれどもその段階になると で実際、まあ、民法の場合、そこでトラブルがあるわけですよね、えー、実際にお金払ってくれないと、じゃあお金払ってくれないときどうしなきゃいけないかとかね、えー、もしくは実際に、えー、その契約はしたんだけれども、実際にパンを売ったつもりだったのに、実はなんか、えー、パンではない謎のものが、ね、渡されたとかね、さまざま契約に基づくトラブルっていうのはね、えー、最初に出てくるわけで、で試験とか、ね、事例問題においては、もうとにかくまず契約というものがどういうものかっていうのを理解しなきゃいけない。でそのためにその契約っていうね、えー こ,ことを、ね、しっかり理解するために最初意思表示というのを扱っていきますでえまだ覚える必要はありませんけれどもじゃ契約って何かというと、ね、え非常にシンプルですえ申し込みがあって承諾があってその意思が合致すれば契約で成立しますえ例えば契約書とかそのようなえ書面というのは原則いりませんいいです,、ね、えですから、まあ、コンビニに行ってなんかえこれくださいってレジで100円ですって言われてその時点で契約成立しています いいですねで。契約書が必要なものっいうのは別途あるんです、実はね、えー。民法においてはね、保証契約なんかそうですね、保証人になるときだけは契約書などが必要になりますけれども、なんで保証人になるときは契約書がいるかとい,いうと、それだけ重,重大な意味を持つから、ですね。ホイホイ契約書でね、契約書をまかないでね、保証人になってしまうとね、ね、えー、後々になってね、ね、えー、実際そんな、えー 保証人になったの知らなかったみたいな形で大きな問題になったりすることもあるのでそのような重大な契約、ね、については契約書って求められますけれどもそうでないね日常生活における契約というのはもう申し込みと承諾の意思の合致のみで成立しますということはその意思の合致ということはお互いに意思表示というのをするんですでその意思表示が成立合致すればそれで契約成立するんですよ でこれがまずスタートなんです。民,民法の契約の。ね。ということは最初に学習するところってどこかというとトラブルとしてはその意思表示が何らかのトラブルがあるというケースはあるわけです。よね、えー。例えば、 この後やりますけれども、錯誤というのが、ね、典型的でね、えー、パンをくださいというふうに、ねえー、実際に思ってたんだけれども、実際ね、えー、しゃべるときにパンくださいっていうつもりが、なんか全然違う言葉を言っちゃって、ね、ケーキくださいって言っちゃったみたいな、ね、ケースです、でこのときは実際に意思表示の過程では、実際に錯誤と言って、えー、実際に頭の中ではパンが欲しいって言った思ってたんだけれども、実はケーキくださいって言っちゃったと。 いう場合には当然、その意思表示というのはトラブルがあるわけですよね。でなどなど、えー、あとは他にも典型的な意思表示をもう1個紹介すると、えー、詐欺にあった場合ですよね、えー、実際になんか騙されていて実際に、えー、その目の前にある、ねえー、時計を買おうと思ったんだけどなんかすげえ高級な時計でね、えー、なんか100万円ぐらいの価値があるめっちゃ高い時計だって言われてあそんなら買うかと思ってそれでじゃあ70万円で買いますと意思表示をしたんだけど実はそれは騙されてたと。 いう場合ですねそれは意思表示としてはあるけれども実際その意思表示の過程の中でえ騙されているというのがあるわけですよねでそのように実際ストレートに思った通りの意思表示をするっていうケースは少まあ実際それが一番ね、えー、正常な形なんだけどそうでないというケースが多々あってでその時どういうふうに処理するかっていうことが問題になるとでじゃあどうその日うになっちゃどうするかっていったらそれは民法に定めがあるということなんですねですのでまず一番最初、えー、この意思表示というものについては、まあ、ちょっと条文引ける方はですね 民法の93条以降に定めがあります民法93条の心理留保というところからそれから98条のところまでです、ね、意思表示の受領能力というのが98条の2とありますが、民法ではそんな多くないんですよ、実はね93条から98条の2までですから、まあ、意思表示のトラブルというケースは実はすごい少ない。 でですのでもうこのこ1回の講義の中でこの意思表示におけるトラブルっていうのをすべて、えー、理解してそして、まあ、あわよくば使えるところまでいきましょうとということになりますでは、まずです、ねえー、最初に全体像としてはまず93条1項に書かれているこの心理療法というやつから、ねえー、説明していきます、えー、そもそも心理療法って何ですかということですが、えー、全体構造編でも触れています心理療法というのは「この理って言葉ね聞き慣れないかもしれないけど後ろって意味なんですね。 で心理留保というのは心の後ろに何か持っているということです、それがあのストレートな意味になりますじゃあ、実際どういうことかというと、えーっとね、セブンサミット109ページの初めにと書かれているところですね、意義というところをちょっと見ていただければ、思いますであとは、ね、抗議するときに、まあ、写しながら線引いたりとかするケースありますけれども、まあ、やったところだけ軽くチェック入れておくといいです、あのセブンサミットの使い方としては、もうこれはもう辞書みたいなところあります。 いいですねえー、司法試験まで、えー、全部の、えー、カバーしている形ですから、まあ、1年目に全てのことを扱うってことはありませんが将来的に、えー、学習が進んでいってです、ねまあ、予備試験、えー、それが司法試験、法科大学院試験、えー、そして場合によっては、えー、国家の総合職ですね国家公務員総合職などいろんな資格試験をやるときに、まあ、全部入っています、知識はただ1年目でやることっていうのはその中で1年目に必要なことになりますのであの実際あ、ここ触ったなみたいな形で軽くチェックを入れておくとあとあと見直すときにです、ねえー 復習すべきところとそうでないところって仕分けになりますので、まその辺のところはね。適宜ね、えー、その辺のところはチェック入れておくと間違いないかなと思いますが、まず心理療ことは何かというとですね。定義は押さえておきましょう。あの憑依者が真意でないことを知りながらする意思表示ということです。えー、なんか言ってることをなんか難しいなと思うけど、例で書いてあるよね。あの全くその気がないんだけれども。も、えー、実際そんなね。 えー、売るつもりもないんだけれども、ね、車を上げるよと、あ今回、上げるつもりもないということですね、えー、上げるつもりもないのに、車をあげるといった場合ですけれども、まあ、一般に、これはちょっとまとめて使うところですが、まあ、93条で心理留保という、ねえー、規定があるわけです。 え実際売るつもりがないにもかかわらず、えー、なんか売るよって言っている場合ですでこの際、ちなみにまず結論を押さえちゃいましょうそんなつもりもないのにそんなことしたとした場合その意思表示って有効か無効かってことですよね、はいえー、これ全体構造のおさらいになりますが基本的には、ねえー、これは93条1個に書いてありますしっかり条文を読んでみましょう、えー、意思表示はですね、評、え、議、ー、者がその真意ではないことを知ったときつまり真意ではないってことはそんなつもりではないっていうことを知ってあえてそういうことをやった場合ですよね。 売るつもりがないのに売るよって言った場合です。その場合にはそのために効力を生じられないと。あ、シェこのために効力を妨げられないって書かれてますよね。つまり効力が妨げられないということは心理留保というのは原則として有効と取り扱われます。有効と取り扱われると。具体的なね状況としては、まあ A さんが B さんにまあ心理留保した場合ですね。 ま売るつもりがないだけど売りますって言った場合この場合原則としては有効になりますじゃあなぜ有効になるかってことをねこ法律の勉強するときに、ね、全体構造のおさらいですけれども法律の勉強暗記だっていうふうに思う方も結構最初、学習当時ってあるわけだね特に六法全書とかねデイリー六法とかポケット六法とかさまざまな六法ありますけれども、まあ、分厚い本があってねこれを全部覚えなきゃいけないからそんなことはないです ですね、実際には覚えなきゃいけない知ってなきゃいけないことがたくさんありますけれどもまずはこの条文の中身を理解することです大切なので,で理解してあとは、えー、試験になるとです、ね、論文式試験という試験だと実際6本持ち込みか,なんです、ね、てか持ち込みかというか6本が用意されてますですので実際試験の時にはこの6本目の前にある6本を自分で引けばいいですから。 とということは大切なのは覚えるのではなくてその六法でどういうふうな定めがあるかということを、ねえー、しっかり理解することと、えー、それから何かあったときにその適,適切な条文というのが引ければいいですからね、はい、でその上で、ね、最低限の知識というのは、ね、覚えるべきところというのはちゃんと指定しあの言っていきますのでそこまで、ね、全部覚えるって必要はないでじゃあ理解する上で大切なことは何かというと何でその条文があるのかということです特に意思表示今日、ねえー、何個か出てきますけれども大体の場合 法律の目的はあるわけです、この時ね、A さん、B さんがいたときにどっちを保護すべきかって考えればいいです、いいですね A さん、B さんがいます、A さんは全くね、えー、なんかあげるつもりもないのに車あげるよって言っていて、B さんは、くれんのやったみたいなね、えー、じゃあ、もらいますということになるわけで,すでもし仮にこれがもらいますってなればごめんなさい、申し込みと承諾って合致することになりますからね、場合によって契約成立する可能性があると。 いうことですでその時どっちを保護すべきかって言ったらこの人あの、ね、わざわざそんなつもりがないのに、ね、あげるよなんて言ってるわけです、それに対して B さんはそれを信じてますよね。ということは当然、この B を保護する必要があると目的はそういうことだね。そのために、じゃあこれは仮にこれが B さんが、あじゃあくださいって言ってしまえば契約成立します。いいですね でこのように有効なというのが原則になるんですねじゃあ、そうじゃない場合もあるんですねで、えー、復習になりますが93条1項をよく見ると、えー、正しって書いてありますね、えー、全体構造のおさらいです正しって書いてある時は正し書きですから原則と例外の関係になりますからだからここにわざわざ原則って私書いたのは、まあ、その後ろに正し書きついてるからねああ、まあ、例外あるんだろうなということになりますでは例外はどういうふうに書いてあるかというとじゃあ、相手方がですねこの時相手方っていうのは B さんですよね 意思表示の相手さんの B さんがです、ねえー、その意思表示が真意ではないつまりう、まあ、嘘だという,、ねえーもうね、思ってないことを言っているなということを知りまたは知ることができたときはその意思表示は無効とすると、えー、されています、えー、つまり原則としては有効なんだけれども例外的に無効とされるということですねでなぜ無効になるのかといったらこれ93条を見ると分かります これ A さんが心理療法だってことを B さん知ってるんだったら B さんを保護する必要ないでしょわかりますわざわざねあこいつ嘘を言ってるわだって分かってるんであればそれについて、ね、B さんを保護する必要性がなくなるということですねつまり無効になるのはなぜかというとあでここでもう一度、えー、と全体構造のおさらいになりますが知っていることなんていうかというと、えー、法律用語では悪意と言います。 いいですねいいか悪いかというねモラル的な話ではなくてその認識があることを悪意と言いますですからねこのあと今日善意の第三者って超重要なことをやるんですが善意の第三者って言ったら別にいい人である必要はないです知らない人だったらそのこと知りませんでしたでもう善意ですからねで今回の場合無効になるのは B が悪意の場合 そしてもう1つ知ることができたと言ってますけれども知ることができたってどういうことかというと法律用語ではそういうのを過失があると言います知,れ知ることができたのに知らなかったということですねでそのようにできるのにできなかったというのは過失と言いますつまり悪意または有価質の場合ですねえつまりこの場合 B さんが悪意または有価質だった場合には契約は無効になりますえなぜ無効なのかといったら B 保護の必要性がないからということですねえわざわざ B さんを保護する必要はないと。 B を保護する必要がないんだから、まあ原,則通りあのね、原則は有効なんだけれど無効にすべきでしょうということですね。ですから、まず最初、こういう規律を、ね、いくつかやっていきますがえまずは心理留保という規定になります、はい、でこのようにまあ条文が書かれているわけですがえついでにです、ね、これいくつか触れてきますが今日の講義は一番最初。 その心理療法この後戻りますけれども、一番重要なところやります、これと並んでもう一つね、押さえておきたいのが、94条の虚偽表示というのがあります、と今日はね、虚偽表示というのがありますま、94条で定めがあります <laughs>。まずね、条文開いている方は、今日は使うのは5個の累計やります、心理療法虚偽表示、そして95条に錯誤 96条に詐欺または脅迫ってありますよねいいですねこの意思表示のトラブルの類型として今日扱うのはその5つだけですですのでその5つをしっかりと理解していくということになるからねでじゃあ虚偽表示って何かということですが正確にはこれは通報虚偽表示と言われます通報虚偽表示っていいますですから、まあ、虚偽表示って書きましたが通常はこういういうじゃあ94条見てみましょう えおそらく今日のやる条文の中で一番大切なものでえ94条ではこう書かれてます相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする、まあ、シンプルな条文ですねえそして2項では全、まあ、項の規定による意思表示の無効は全員の第三者に対抗することができないというふうに書かれていますで今日の,あの前半の講義これひたすらやっていきますが この94条2項っていうのはしっかり理解できていれば法律の勉強の一番最初の重要なところを分かっているということになりますのであのしっかりここはねあの説明も丁寧にしていきますのでちょっと理解していきましょうまず94条っていうのはどういうものかというとまず1項見てください要件と効果で分析してみましょう何かしらがあるとこうなりますっていうのがね要件、効果ですが効果は分かりやすいよね何かしら無効にとするって書いてありますから何かやったら無効だって書いてある。 じゃあ、えー、何したら無効かというと要件の部分見てください要件は相手方と通じてした虚偽の意思表示と書いてありますそれが無効になりますから、えー、94条要件分析数こうなりまするとどうやら要件があり、はい、効果がありますが効果は無効だってことですよねじゃあ何をしたら無効になるかというと要件いくつあるかなこれ 数えてみると、ねえー、慣れてくるとパッと出てきます、えー、3つありますいいですか、えー、相手方と通じてした虚偽の意思表示ですいいですね、えー、まず1つ目はで相手方と通じてしたってことはこれが通帽と呼ばれるんですごめんなさい通帽ですねちょっと漢字,ちょ,っと漢字をちょっと直しますね通帽ですねち,ちゃんと書きます、えー、通帽ですね 相手方と通じてしていることそして2つ目虚偽であることそして3つ目が意思表示であることということになりますこれが通報虚偽表示というふうに定められているわけですねはいさてでまずですねちょっとだけこれは確認しておきたいんですが今覚えなくてもいいですが意思表示って何だろうっていうね えー、だからしれっと、ね、意思表示って出てきましたけれども、えー、実は意思表示って一応定義があってですねこれは後々勉強していきますが今ちょっと頭の中に入れておいた方が便利なのでちょっとテキスト戻りますが107ページです、えー、意思表示って実は法律用語なんですね、えー、一番下のところですね107ページの下のところにありますがはい まあ日常生活では使っているんだけれども法律用語なんです、ね、意思表示って具体的には一定の法律効果に向けられた意思の外部への表明ということですね。ポイントは法律効果に向けられたものが意思表示ですつまり パン,が食べたいパンを買いたいと思ったらパンくださいって言ったり、ね、お金を返してほしいと思ったらお金返してくださいって言ったり、まあ、何らかの法律効果に向けられたものということになりますですから日常生活だと思ったことが全部意思表示になっちゃうんだけどあの眠いとか、ね、意思表示でも何でもないわけ、ね、<laughs> それは眠いというのは何の法律効果も生じないですよねですからそのようなものではなくて法律効果に向けられているというのはポイントになりますからこの意思表示というのはそういうふうなことになるわけです はい。じゃあ具体的にこれどういう状況を想定しているかというと、じゃあわかりやすく売買契約にしましょう。えー、例えばですね、はい A さんで法律の勉強をするときまずは具体的なもう A さんとか B さんとか作っちゃいましょう。えー、A さんと B さんで何をするかというと通報する必要があるわけですね。はいグレグレと通報します。はい通報して何かしらの虚偽の意思表示をするわけですね。じゃあ、えー、どうしましょうかね、えー。A さんと B さんで例えばある えこれ、四角で書いてるけど土地にしましょうかね土地なりなんか建物にしましょうえ土地か建物で A さんが土地を持ってますで A さんと B さんの間で示し合わせるわけですもう売るつもりもありません買うつもりもありませんという時ですねえお互いに A は売るつもりもない B は買うつもりもないんだけど A が売るって言ってで B が買うって言ったわけ当然これは虚偽ねそんなつもりないです 売るつもりもない、買うつもりもないんだけれども、通報をして、お互いに虚偽の意思表示をしました、でその結果、土地を B さんのもとへと移転したと、まあ、こういうふうなケースですね、一見すると売買契約成立してますよね。意思ととこの場合だと A さんの売りたいという意思表示と B さんの買いますというね意思表示というのががっちりバションとしてますからそう,うすると形式的には契約成立しそうなんだけれどもこれは94条2項によれば通報していて嘘の意思表示をしているわけだからここの売買契約は無効とということになりますでなぜ無効なのかというとこれ2人ともそんなつもりないんだからこういうのを生じさせても意味ないでしょ。 2人ともだって売るつもりもないの買うつもりもないって言ってるんだからそれで売買契約成立させるのは妥当ではないということでこれは契約成立しません94条1項により無効ということですねでじゃあこんなことあるのって思うでしょうなくはないのよこれね今のところちょっと話すとこれ A さんが例えばねもう借金まみれになっているとで A さんが借金まみれになっていて A さんの持っている唯一の土地がこれだと財産がこれだと いう場合にこのまま A さん持ってるとどうなっちゃうか分かります、えー、なんかいろんな手続きは踏むんだけど、まあ、差し押さえされちゃうわけですね、えー、お金貸している側から差債権の差し押さえ債権じゃないこの場合ね、えー、この土地についてね差し押さえを受けてしまって、まあ、いわゆる土地と建物持ってかれちゃうわけですでそのようなことを避けるために A さんと B さんとの間でひ、まあ、密かに、ね、売ったことにしちゃえ買ったことにしちゃえって言ってね、えー、実際に B さんのものにしたっていうことにしとけば A さんの債権者つまりお金を貸している人ですね A さんの債権者手を出せませんからこういうことってありえるわけですでそしてもう1つ今日の、ね、講義の中でも出てきますがもう1つあるのは土地の場合、B さんに動かすと A さんにとって有利なこともく結構、ね、税金高いんですよ、持ってると固定資産税とかでそうすると税金逃れのために、ね、B さんのところにとりあえず土地を移しちゃえみたいな投、ね、機を移してしまうみたいなことをすることがあるので、まあ、こういう時にはまあ無効ですよという,ふうに定められているということですね。 はい、なんか具体的なイメージができましたね、でこれがまずそのあ94条のまず1項なんです、じゃあちょっとこれが1項なんだから2項を見てもらっていいですか、はい、ここから先法律の勉強っぽくなります、まあ、ここまでも法律の勉強ですけどね、全、はい、項の意思表示は、全、まあ、項ということはこれだよね、全項による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないと書かれています。えー、94条2項はどういうふうういいふに言ってるかというと 最初はちょあと、ね、後でセブンサミット使いながらあのチェックしていくからね、はいえー、このように書かれています94条2項では、えー、この94条1項の意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができないと書かれています、えー、具体的にここは要件解釈になるんですけれども、えー、なんか、ね、難しい言葉がたくさん出てきているのでまず定義を抑えます善意とは何かさっっき言ったね 知ってる、知らないが善意ですから、えー、知らないというのが善意ですのでつまり、この通報虚偽表示というのが簡単に言うと、ね、その A さんと B さんで示し合わせているんだということを知らない人ということですそして第三者というのはこの当事者以外の人ですよね A さん、B さん以外の人ですで厳密に言うとこの第三者というのはもうちょっと細かくなりますがイメージとしては少なくとも当事者以外だよね A さん、B さん以外の人で この A と B の通報虚偽表示を知らない人に対抗することができないでここでポイントになるというのが法律用語で対抗するって何かということですね善意は知らないじゃあ対抗するって何というと日常生活でなんか対抗するってなるとなんか抗ってますよねあってたりなんか争ってたり戦ってますよねであの法律用語で対抗するっていった場合にはそういう意味は実はありません法律用語の対抗というのは権利を主張することを言います つまり私が所有者だとうう誰かに主張することであったりとか、ね、そのような権利を主張することというのが対抗と言います厳密に言うと権利や自らの法的地位ですね自分の法的な地位を主張することを対抗と言いますですからこの対抗するというのはつまり権利を対抗することができないという意味になる。 じゃこれだけで、ね、分かったらね、六歩とか条文っていうのはこれだけしか書いてくれないからね。あとはこれを具体的な状況に置き換えてみましょうということになります。えー、具体的にどういう状況かというと、はい、A さんと B さんで通報虚偽表示で無効なわけです。じゃあ全員の第三者ってことはとりあえず C さんを出していきましょう。はいポコンとね。はい C さん出してみましょう。えー、で C さんがここに現れましたと。でこの時に、はいこの状況ちょっと。 AB の最初の状況を見てもらえると C さんから見るとおっと気づくわけですあ B さんが何か土地持ってますよね、まあ、厳密に言うとね陶器を移したりしなきゃいけないんでちょっと分かりやすくすると腕時計にしましょうか B さんが何か知んないけどい,いい感じの腕時計を持ってるとでただ実はこれは A と B の間で通報競技表示であるだから本当は B さんのもんじゃないんだよね いやのあの偽装している形ですだけど C さん、これ見つけておお、なんかいい時計があるなとじゃあ C さんに C さんは B さんにあでこれ売ってくださいよと売却を申し出るとそしたら B さんからしてみればこれ売ったらお金になるんですよねとすれば本当は A さんのものなんだけれども、えー、売ってくれということで C さんに売ってしまうということもあり得るわけです。 さてこの状況になった時に誰と誰が権利争っているかかかりますか当然 C さんからすれば私は B さんから買ったんだよということですよね私は腕時計をまあ土地でもいいけど腕時計にしましょうなんか腕時計の方がなんかイメージ湧くと思うので私は C さ,んから C さんからしてみれば俺私は B さんから買ったんだから私が所有者だというわけそして A さんからしてみれば94条1項でこれは確かに B さんの手元に置いてたけど私は B さんと示し合わせた通報虚偽表示なんですよとだからこれは無効ですと無効だから A さんは自分のものだと言い張るわけだよねわかりますとするとこの時に A さんの方はこの通報虚偽表示だからこの売買は無効だから私のものですっていうし C さんはいやいや B から買ったんだから私のものだっていうわけですとするとこの場合 A と C との間で利害対立生じてるってことですね でこの時どっちをどういうふうに調整をするのかというのが94条2項なのつまりこのことを C さんは善意の第三者でなわけですよねこれは知らなかったというですということは善意の第三者には、はい、A さんはその無効を主張することができないんだよねつまり本来であれば94条1項で AB 間の取引は無効だということになるわけだね AB 間の取引は無効だってことになるんだけど94条2項でこの C さんが善意の第三者であれば この向こうを全員の第三者に対抗できないということになりますから A は C に対して向こう主張できないということになりますとするとどうなるかというと C さんが所有権ですね確定的に所有権を取得するということになるわけですつまりなんでこういうふうな規定になっているかというともう理屈はシンプルでこれ A さんと C さんどっち保護すべきですかということです通報虚偽表示をして虚偽の外観を作っている A さんとでその B さんの外観を信じたんでしょ B さんが所有者だって信じた C さんどっちを保護すべきかって言ったら当然 C を保護すべきでしょうということですですから対抗することができないとなった場合には C が所有権を得るということですね94条2項と、まあ、こんなイメージですねで具体的にちょっと、ね、この辺のところは講義を進めていきますがじゃあ何でこういう法律があるかというとすごく大切なところですこれね権利外観法律って言われています具体的にどういうういいものかというと これは、ね、チェックシートのところにも書いてあるので後で説明しますがこの状況というのはどういう状況かというとまず虚偽の外観があるわけですよ。実際には B さんのもののように映、ね、ってますけれども B さんのもののように映っているけど実際は B さんのものではないわけですね。94条はは、えー、虚偽表示は無効だから ということは無効なのに B さ,んの所有者だ B さんが所有者だというのは虚偽の外観があってそして A さんはそれについて奇跡性があるわけです。で奇跡性って言葉は、ね、押さえといてあの A さんに落ち度があったりとか何らかの悪い点があるわけですよねだって A さんはこういうふうに A、B との間で通報しているぐらいですからね、まあ、悪いやっちゃうってことですねで、まあ、悪いやつなわけですそして C さんはといったら善意ですから その第三者は信頼があるわけですよ。とするならば、このような状況があったら、A と C なら C を保護すべきでしょうと、つまり A が所有権を失ってもやむをえないでしょということですね、このような状況であれば A さんが所有権を失ったとしても、これはやむをえないんじゃないかとで、A の犠牲の下で C に保護を与えるというのがこの権利外観法理と呼ばれるものです。はい でここまで、ですね、えー、まずはこの94条2項というのを概要をつかんでいただいてでそして、少し次回の講義にも絡んでくるのでじゃあこの権利外観法律って、あのー、しっかり押さえて虚偽の外観は A、本人が奇跡性があってそして第三者が信頼した場合ですねこの場合にはその C の信頼を保護しましょうという考え方ですが民法に限らずいろんな法律でこれが表れていますで。今日はもう一個だけで、ね、で紹介しておくとですね はいえーっとね、ちょっと条文ですけど110条の条文に権限外の行為の表権代理というのがあるんですねでもちろんこれは今の段階で知っておく必要はないですからねあの次回の講義の中でこれは扱います、はい、これどういう行為かというと私の方でちょっと簡単に説明するとですね あの順用するとか書いてあるから、おそらくまだね、えー、109条を見ないとわからないので、どういう条文かというと、権限外の行為をしたときに代理人が、ね、代理人が権限外の行為をしたときに、えー、第三者が、えー、代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて順用するというね、えー、条文で、この順用するってなっちゃってるので、109条を見ないといけなくなっちゃうんで、私の方で簡単に説明します、これで110条、簡単に例を言うとね、A さんが B さんにいて、 B さん代理人で,で代理っていうのは全体構造でやったよね、えー、何かしらの代理権を与えて、えー、そして代理権の中で、えー、B さんは A さんに代わって行為をするわけですね、えー、よくあるのが A さんが B さんにじゃ土地をね売りたいから A さんの土地を売りたいからじゃ売買契約の代理権を与えるとで B さんは A さんの代理人として活動してそして B さんは相手方第三者の C と、まあ、取引をすると でその結果は、これが代理ってやつだよね、実際に A さんが B さんに対して代理権を与えて、代理権を与えて、B さんはその代理権の範囲の中で相手方と売買契約を結んで、そうするとこの売買契約の効果というのが A に行くと。 これが代理というやつで次回の講義ででやりますでこの時ですね実際に110条どういう定めかというと本人と代理人の間代理権あったんだけどこれが例えば一つ例とします。一、えー、つの例ね、ね賃貸借の代理権を挙げたとします。つまり A さんは自分がなんかアパートか何か持っていてでアパートの借り手を探していると。 でアパートの借り手を探しているから B さんにあちょっとさ借り手を探してきてくれないっ,つって代理権を与えたとで代理権を与えていて本来だったら B さんは C さんとそのそのテナントとか賃貸借の契約を結ぶわけだねそれを借りるっていう契約を結ぶんだだけど B さんが、ね、何をしちゃうかというとこの時に賃貸借を超えて売買契約しちゃったとつまり権限外の行為をしちゃったと。 いいいう場合なんです、ね、いいですすねねかこの110条という条文ね、ね今日の講義の前提になるものなのでちょっと簡単に説明すると、え実際に本人が代理人に対して与えたのは賃貸2 0の契約しか与えてなかったんだけれども、実際、B さんと C さんとの間でもう売買契約を結んじまったというときです、じゃこのとき、じゃ果たして高価帰属するかなと、いいですねえ勝手にやられちゃったのに A さんは C さんに土地を上げなきゃいけないのかと。 引き渡さなきゃいけないのかという問題があってですねでこの時、ね、条文はあのこれ110条の規定は次回やりますけれども原則として考えると、ね、これあの代理権の範囲外だから勝手にやられているだけなので普通は効果いかないんです普通であれば通常であれば A と B との間の代理権というのは土地を貸すことの代理権しかないから勝手に売られちゃったらそれは権限の外だから本当であればこれは A に対して効果貴族はしないんです。 でこれは次回の講義になりますただ、110条で定められているのはこの C さんが権限外であることについて無過失というか過失がないということね善意無過失の場合には降下帰属すると。つまり A に対して効果が帰属するんだという定めがあるんですねでこれはどうしてこういうふうになるかと,と A さんからしてみればなんかかわいそうですよね A さんからしてみれば勝手に B さんがスタンドプレーでね賃貸借しか権限ないのに勝手に売られちったみたいなねでその時本来だったら A さんからしてみれば土地を引き渡すということは嫌で嫌なわけですただこの場合あの民法の規定だとこの C さんが善意無価失だった時には A さんはその このね売買契約の効果というものは A さんに帰属しちゃって結局、A さんは C さんに土地を引き渡さなきゃいけないというそういう規定があるんですじゃあ、これなんでそうなのかって想像つきますさっきのね権利外観法理と同じなんです権利外観法理なんです、まさにつまりこの A さんが土地を失いたくない A さんと土地の引き渡しを受けたい C さんを比べてみてください利害対立してるよね。 どっちも結局私が所有者だという主張をしたいわけだけれどもでこの時ねさっきの94条2項と状況似てるんですいい本人にまずおあの虚偽の外観というのはまさに B さんはだあの売買の代理権ないけど目の前で私が代理人ですってやってきたわけですよね,いいですよね、えー、代理権売買の代理権は持ってないもう賃貸借しか持ってないのに私は売買の代理人ですって C の前に現れたもう虚偽の外観があるそして、じゃあ A さんに落ち度があるか。 実は、ね、なさそうに見えるんだけどこういう人間を代理人にしたという落ち度があるんですわかりますそ,そんな、ね、信用できないような人間を迂かに代理人にしたという落ち度があってそして C さんはそれを信じたわけですじゃあ C さんがこれを信じたということはどうなるかというとそれだけその C さんと A さんどちらかというと落ち度がある A さんとそれを信じた C さんだったら C さんを保護すべきだととするならば売買契約の効果というのは A に及ぼすべきだと ということから結果的には A と、えー、の,の間でも有効だという扱いになるでこれもバイあの権利外観法理の表れとされていますでここで今日、次回の,、ね、あの講義と今回の講義とつながるんだけどじゃあ、さっきの94条2項では、はい、善意でいいんでね善意の第三者に対抗することができないって書いてありますよねつまり C は善意であればいいとただ、はい、ちょっと難しいですよ C さんこっちはなんで善意無過失となるでしょう つまりただ知らなかったよりも善意無過失の方がハードル上がります、なんでかというと善意無過失の場合には知らなかっただけじゃなくてもう過失なく知らなかったともう注意義務を果たしてもう,もうそれでも、ね、知らなかったとっいうねつまりこっちは知らなくてもうっかりだったらダメでしょわかります善意無過失っということは知らなくてかつ過失がないということですからね。 ちょっと難しいけれども C さんの方がそがこっちのね110条の方がハードルが高いこれはなぜかというとこの94条2項の場合の A さんの落ち度ってめちゃくちゃ落ち度大きいですよねわかりますよねえ勝手に自分から虚偽の外観作ってるんでしょ自分から虚偽の外観勝手に作ってる A さんの落ち度は大きいわけだからまあ C さんはなるべく保護したいわけです だから税員知らなかっただけでも C さんを保護しようということなんだだけどさっきの110条は見てくださいな A さんの落ち度ってさっきの,その通報拒点表示の場合と比べると落ち度少ないんだよねだって A さんも被害者っしょ <laughs> あの言ってみりゃ B さんを信頼しちゃったってところがあるわけだとすると A の落ち度が少ないってことは ここら辺はバランス感覚 A の落ち度が少ないってことは C を保護するための C のハードルを上げなきゃいけないってことです落ち度が少ないんだから A さんはということは A さんを犠牲にして C さんを保護するためには C は善意だけではなくて善意無過失まで要求することでそのバランスを取るということつまりここはね押さえと94条2項と110条の場合これがど,どこが変わってくるかというと A の奇跡性が 94条2項は大きくて110条は小さいんですいいかなでそれに対してじゃあ C のじゃあ C を保護する必要性はどうかということですね A の奇跡性が大きければ大きいほど、まあ、C を保護した方がいいでしょうってなりますよねいいですよね わかります A の奇跡性が大きければ大きいほどじゃあ C の方を保護しようぜとなりますでこっちはじゃあ A の奇跡性が小さいつまり A そんなに悪くないじゃんってなったらじゃあ C を保護する必要性は相対的に落ちるわけ。とすると C の主観面として94条2項はだから全員のみで OK。 知らなかったうん、そうだねって言ってね、OK みたいな、ねえー、感じです、ただ、客1 0条の場合には C さんもかわいそうなところもあるから、だから善意だけではな足りなくて、えー、善意だけではなくて、無価値まで要求すると、はいえー、と善意のみならず、善意無価値まで要求されるとされています、じゃあ、この違い、どこで生じるか、まあ、こ,こ,までここまで大丈夫 なん、えー、で,でじゃこの94条と110条変わるかって A の奇跡性が大きいんだけどなんでこの違いが奇跡性の大きさが笑われているかというのは状況を分析するとこういうふうに言えるの94条は自らやってるの外観作質をだから自分の意思でやっているとつまり知ってるわけ いいよねで94条は自分の意思じゃないでしょ勝手に他人にやられちゃったでしょだからこそこのように奇跡性が変わってるわけ要は自分で積極的に外観を作っている場合なのかそれとも人に勝手にやられちゃったって場合だったら自分でやった方が落ち度が大きいわけだよだから C を保護しなきゃいけなくて全員のみになるっていう風な発想になるわけですねはい えちょっとあの脱線というか、一番最初、少しあの話が飛んでいるところですが、このように、権利外観法律というものがね用いられているえ条文というのはすごくたくさんありますので、その一番最初の条文として、94条2項というのをしっかりとえ理解していただきたいというところで、ちょっと触れました、ではで、少しセブンサミットを使いながら、94条2項もちょっと確認していきます、94条2項のねえしっかり押さえてほしいのが、111ページですね。 えまず虚偽表示とは何かという意義のところですねえ相手方と通報してする真意ではない意思表示のことを虚偽表示えもしくは通報虚偽表示というわけですね,いいですねでこのような意思表示は無効とされますよろしいですねでまあそして、要件も言っちゃいましょうえ2番のところで要件がありますけれどもえ基本的にはさまざま書かれてますけれどもあの通報虚偽の意思表示という感覚でよろしいです。書いてありますけれども 条文上の要件としては、通報した、虚偽っていうのはこうやって言ってるわけで、虚偽の意思表示っていうイメージですね、はい、ちょっとこれ、1、2、3、4っていう丸がちょっとね、細かく分解しすぎているところがありますので、意思表示の要件っていったら、通報して、そして、実際にまあ虚偽っていうのは、ここが虚偽なのかな。 え表示上の効果意思に対応する内心的効果意思が存在しないので難しいこと書いているけど思っていることとやっていることが違うということでしょうかりますよね、えー、つまり表示上の意思表示ってやっていることとまあ思っていることが違うよとでそのことを知りながらやっているよということです、ね、二のことを知っているときだからこれが虚偽というのを、ね、言っているわけですね、はい、そして効果についてはまあ当事者間で無効ということですね、えー、そこのところを押さえればいいとそしてさらに例外 善意の第三者に対してはその意思表示の無効を対抗することができないということですねそして対抗することができないとはどういうことかというのはさっきやりましたよねえ対抗することができないというのは権利を主張することができないわけですからえ善意の第三者が現れたら無効だって言えなくなっちゃうよということです、はい、ではその善意の第三者についてちょっと触れていきます、はい、ちょっと定義ですからね じゃセブンサミット112ページ見ていただければと思いますがじゃ全員の第三者というふうにね具体的な事例が出てきましたがじゃどういう場合に第三者になるのかですで全ての人が第三者になるわけではないというのはいいですよね全ての人が第三者になってしまうとそれはねえ当,事者も全員当事者以外全員となってしまうとねえそれはあの不都合なことで実は出てくるわけですで具体的にどういうふうな場合に不都合になるのかというのはこの後説明しますけれどもあの基本的には第三者というのはこれは 保護に値すすするものってことですいいこででね、えー、94条2項というのは外観を信頼してそこで取引関係に入った人を保護するためのものですから保護に値するものが、えー、この第三者になりますで特にしっかり頭に入れておくというのは、はい、新たな独立の法律上の利害関係人というのがこの第三者になります。通常はねねごめんなさいこうです、ねね えっと具体的にはここについてはね学習が進んでいくとすらすら言えてほしいんですが要は、新たな人じゃなきゃだめでしょ要するに虚偽表示見てああ、はいあ、あ信じちゃったわけでしょ虚偽表示見てああこれはなんか B さんのものだって信じた人なわけだから当然、その新たに入ってきた人そして、独立してるるていうのは例えば B さんとさもうなんか密接に関係していてね利害関係があるような人ではなくてこの AB 間の法律関係とは独立して入ってこなきゃだめでしょということです。 それが独立した、そして保護されるためには法律の勉強ですから法的な保護じゃなきゃだめですだからかわいそうだよねとかねそういう感情的な関係ではなくてその法律上の利害関係がなければならないとされていますでここまだ多分ねピンとこないと思いますで今のうちはこういうもんだっていうところでいいですつまり第三者って言われたときに A さん、B さん以外の誰でもいいというわけではなくて法的保護に値する。 94条2項によって保護するに値する第三者でなきゃいけないとされていますでこれを分析したものが、まあ、新たに入ってきた人そして AB 間とは独立している AB とは独立しているそして法律上の利益があるこのようなものが第三者として保護されますというふうにされています、はい、ちなみに、ね、細かいですがここのところに一応定義はあります、えー、こういうふうに定義ですね 虚偽表示の当事者および包括証券人以外のものであって虚偽表示に基づいて新たにその当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったために虚偽表示の有効無効につき法律上の利害関係を有するに至ったものというのが正確な定義にはなりますが今のうちは新たな独立な法律上の利害ぐらいでいいです。 いいですね、実際、その新たな独立した法律上の意外関係人であれば、94条2項の第三者に含まれますということですじゃあ具体的にどういうものがあるかということですが、一番最初の民法1回目の講義ですから、2つぐらいだけ紹介しておきます、もう典型例を押さえておけばいいからね、まずなんかここで、ね、あの学習するときに結構、ね、やっちゃう人はそのパ、あの第三者の累計って、ね、113ページで、ね、当たるとき当たらないときってすごいたくさんあります。 で実際に担当式試験であったりとか実際の試験だったらここであの一個一個押さえていくということになるんだけれどもまずはその大枠でね一番典型的な例を今日押さえておきましょう2つやりますえ典型的なものはまずこれですもう買い受けた時つまりまさにこの場合ですよね A と B との間で売買契約の虚偽表示がなされていてその虚偽表示がなされたあに C さんがこれ買い受けたと。 いう場合ですね、こういうのて言葉として転得者と言います,いいです、ね、その虚偽表示を信じて後から入ってきてくださいなと言って買い受けた人でこのものを転得者というふうに言いますでこの時はさっきも言いましたが法律効果としてはこういうふうに虚偽表示があっても虚偽表示があっても A さんは C さんに対して善意の第三者ではあれば対抗できないですからねこの無効を主張することができないですから C さんに返せと言えませんからこの場合には C さんは 所有権を手にするということになります。そしてもう一つですが、はい、ちょっと難しいのがこれですね。低、え、頭、ー、権の設定を受けた低頭権者で、これ低頭権についてはね、今あの法律の1回目だからちゃんと説明しますけれども、あのお金を借りるときってあの通常ね。 1>, 1万円貸してとか1000、ね、円貸してとか、ねえー、金額で大した金額じゃなければ、ねえー、通常お金の貸し借りって何もなくやるんだよねだけど、すごい大きいお金を借りるときってあるわけですねもう家,を買うと家を買うから何千万円借金したいとかもしくは車を買うから何百万円借金したいとか、ねえー、ものすごい大きいか借金をすることってあるわけでそのとき、ただでは貸してくれないですね、まあ、銀行とかではただでは貸してくれなくて通常何が必要かというと担保っていうのが必要になります でで担保も2種類あって分かりやすい担保は、ね、人的担保といって保証人つけろという、ねえー、返してくれない時はその保証人に、えー、代わりにね弁済してもらうからということで、えー、人的担保といってその人を、ね、保証人につけることはあるんですがもう一つよく使われるのが物的担保といって、ねえー、定等権ってのをつけるんですどういうことかというと、まあ、これは落書きになっちゃいますが B さんが銀行からお金を借りるとしますねでただで貸してくれない場合がある。 でその時どうするかというと例えば、ね、土地を持ってたりするとそこに定当権というのをつけるんです銀行がで定当権って何かというとこれは後々講義でちゃんとやりますけれども、もうシンプルに言っちゃえばそれれ返してくれなかったら、お金返してくれなかったらその定当権のついた土地をもう競売してあの借金に返済してもらうよというそういうあの権利なんですよだから100万円借りるときに例えば200万円とかの価値がある土地を持っているんだったらそこに銀行って定当権つけるんですよ だから B さんが銀行にお金貸してくださいという形でねお金貸して申し出てで C さんが B さんに対してまあいわゆる借り入れですねお金を貸し付けるとしますでお金を貸し付けるときに銀行はでも返してくんねえんじゃねえのみたいな感じですで、この人、保証人はないしなとで見たら B さんはでも土地持ってるんだとじゃあ、この土地返してくれなかったら売っちゃうよと。 いいです、ね、100万円貸すけれどももしこの100万円返してくれなかったらあなたの土地を競売にかけてそこから100万円回収するけどいいですかっていうことを、ね、銀行は言うわけですで分かりましたっていうと抵当権設定契約というのを結んでこの土地に抵当権ってつけるんですで抵当権をつけてで実際に返してくれなかったら売っちゃう売っ払うというケースですねでこの場合ちょっと話は戻っちゃうけれどもそれが抵当権ってやつなんですがじゃあこの事例ね 実は銀行はお金貸すときに抵当権つけたんだけど実はここ、通報虚偽表示でこれ実は A のものだったとします。いいですかね、状況としては。つまり A さんと B さんとの間で実は通報虚偽表示をなされていて実は所有権 A のもとにあるとで A の土地で,でただ、通報虚偽表示で B さんのところにこのたまたまこれ動かしてたといいですねだから虚偽の外観になっちゃってるのよ。 本当は A さんの土地なんだけれども、B さんがえ要するに所有者であるかのような虚偽の外観を作って、銀行にね、これ、B さんが貸してって言ったときに、銀行、これ信じたわけ、これ、B さんのものだと思ったわけだよいいな、B さんのものだと思って、抵当権をつけたという場合、この場合には,は、この銀行っていうのは、新たな独立の法律上の利害関係があるということになります。いいですねえつまり、その後から入ってきたよね、えとあから入ってきてますよね。 で新たなわけですそして独立しているのは AB とは関係ないよね AB とは無関係にお金貸し,あのお金貸し付けるために C さん入ってきたそしてもう定当権って書いてあるからわかりますね法律上の利害関係がありますで法律上の利害関係って難しく考えないです学習の最初の中では何とか権っていうのが主張できる時です法律なんだからねえ権利でしょ法律ってだからさっきの転得者だったらこれは所有権をああの C さんは言うわけでしょ 私は所有権があるんだというねつまり所有権という法的利益があるわけでこの銀行もこの土地に対する抵当権を主張するわけでしょつまり抵当権を主張するというのは法律上の利害関係を C は有するからこの場合にも第三者に当たるとされますとするとこれ結論どうなるか分かる B さんが借金返せなかった時には C さんは抵当権実行します競売をしてそして最終的に回収しますで A さんは結局所有権を失います という関係ですねつまり通常の中でこういうふうに転得者みたいな転々譲渡みたいな場面だけじゃなくてえこのように定当権をつける場合にも C は善意の第三者だとすれば要は A さんはそれこの自分が所有者だということを言えないわけですからもう粛々と定当権が実行されちゃうと、まあ、こういうケースになるわけですねでこれがこの善意の第三者でさらにもう1個言うよ、はいよちょっと順番ずれちゃいますが善意については115ページ今日は最初に要件を確認します はい、善意というのは、知らないことね、知らないことね、よろしいですね、善意というのは知らないことです、えー、そしてさらに、いいですか、対抗することができないもちょっと拾っちゃうよ、はい117ページ、117ページですが、対抗することができないというのは、無、は、効、い、主張することができないことですからね、もっと大丈夫かな、失礼。 117ページにあるとおり対抗することができないというのは第三者に対して無効だと主張することができないということを指しますということですねでここまでがまずは94条2項についてのまず理解をする上で絶対必要なところですでは少しねこれに関連して重要なことを少しやっていきますこれにまつわる問題ですがここまで大丈夫 実際にちょっと事例を使ってね。説明していきます。えっ、ー、とね。事例のえっ、ー、と1番から順番にちょっとね、えー、やっていきますが、えっ、ー、とね。1番の問題どういう問題かというと。まあ実際にこうだった場合。少しここから、ね、練習しましょう。いいね。ここまで通謀虚偽表示ってどういうものか分かったね。じゃあ、そこにまつわる問題として事例の1番。 はい、A 所有の土地につき、A から B へ仮想譲渡、つまり通房拠棄表示に基づく譲渡ですよねが行われた後に、B から C、C から D へと点々譲渡がなされましたと、この点々譲渡というのは、次から次へと譲渡されたとき、つまり、A から B に対して、で仮想譲渡ですから、94条1項です,、ね、いいですね、仮想譲渡が行われた後に、B から C、C から D、 にこのように点々譲渡がなされましたとここまで状況は分かりますねで問題になるのは,はい AB 間の仮想譲渡つまりここが通報虚偽表示だったのについて C は善意ですただ D が悪意だった場合なんとなくさ登場人物が3人だったでし今までは。 C さんが善意ならば善意の第三者だから、えー、C さんが所有権得ますよってことだけど実はその中に D さんが登場しちゃったとで D さんはもうこれ知ってるんですよ AB 間が通報虚偽表示だってことを知ってるから実は A のものじゃない、えー、ごめん実は、ね、A が所有者だってことは実は D 知ってたというケースそして実は2番も同じ問題です2番は AB 間の虚偽表示によってですね、まあ、実際同じような事例で AB 間が虚偽表示、まあ、94条1項って書いておくとこれでなんとなく慣れてくるとこれで虚偽表示というのが分かります、はい、AB 間が虚偽表示がなされていて、えー、そして、はいまあ、B 名義になっていて登記名義も、えー、B 名義になっている土地があってでこれが善意の C に転売されましたでマルトというのは登記です でこの,後のあの全体構造の知識も使うけどね、えー、こういう形です、ただこれで終わんねえんだな、ところが真の所有者である A は、高土地を D に譲渡していた、つまりこの事例だと、D に譲渡していたということですね。はい、でこの2つをちょっと見ながら、えー、ちょっと練習をしていきますが、まず1番の問題って、これ、どういうことかというと。 あの間に第三者で一人ね全員者が出てきたわけですねただこの後のこの悪意者として D が出てきた場合えこの場合 D は所有権得られますかという問題ですねはいえこれ分かるこの D は所有権得られるかって問題だけどよく考えたら D は悪意なんですよねでこのの場合にじゃあ D というのは この土地の所有権を得られるかということですがこれ基本的な理屈を押さえておいてください。基本的な理屈として言えるのは1人でも第三者が現れればここで94条2項によって権利確定します考え方としては1人でも全員が現れればここで94条2項によって全員の第三者に A は対抗できない関係になりますからとすればこの時点で C に所有権が規則確定的に所有権を得られるわけ。 だから仮に D さんが悪意だったとしてもここで確定しますから D は有効に所有権を得ることができるということにされますいいですかねはいでこれがですね、えー、この複数人出てきた時のポイントで 1>, あの1人でも出てくればこれであの94条2項によって C の所有者であることが確定しては D にも所有権が行くとされています、これ、絶対的公正と言われていますえ絶対的公正と言われてまして、セブンサミットのところでもねちょっと触れておきますけれども、114ページのところの下の括弧2のところにねえ書いてあるんですけれども、こういう感じなんですよ。 えこういう感じになるわけです。え九十四条のまあ一行ででまあ仮想譲渡がこうなされていて、そして譲渡されて全員になればここで確定するっていうイメージ。えここで確定するということ。はい。いいかな。はい。でその上でここから悪意で得られたとしてもこの時点で問題ないとされています。 D さんは、えー、所有権を得られるとでなぜかというと、これは、ね、覚えておいてほしいのはあの理由付けとしてはここがしっかり抑えられていればいい、一人でも全員者が現れればもうぜ全体的にそこから先では一人でも全員者が現れた時点でその後続するものはそれを全部承継していくと考えるわけですねで、しかもこれはなぜかというと法律関係の早期確定の要請ということですね。え具体的にこれは何を言いたいいたかというとう 1>, 1人でもこの人がさ所有権手に入れられないってなっちゃうとあのずっとこれさ D ぐらいだったらいいけれどもこれが複数人出てくるするじゃんもう善意のもの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 って感じで善意者が、ね、たくさん出てきてこういうふうにどん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 ん譲渡されてで最後の最後にもう何人目か分からないけどもう8人目ぐらいで悪意ってなった時にそれでじゃあ権利取得できませんってなっちゃったら。 一人でも、ね、どこかに悪意者が出てきた時点で権利がまたこの94条1項の向こうの話がまた蒸し返されちゃうわけですよ。であるならば一人でも出てくればここでまず安定させると確定させるということが法的な安定に資するんだということで、えー、このように善意の第三者からの転得者というものですね、えー、この場合にも、はい、転得者は保護されるとでさらに、ね、ちょっとおまけになりますが逆のパターンもあるんですよ上にあるけど、えー、悪意、善意と。 いうことですね、悪意善意という形ですが、じゃあ、このような場合、どうかということですね、あのこの人との関係では無理ですよね、94条2項があって、譲渡されて、で第三者が悪意だった、とこの人は所有権得られないのいい,、ね、いいよね、悪意だから、所有できない、だけど、ここから譲り受けるとするじゃん、だとすれば、この人善意でしょ、この人は善意なんだから、ここは94条2項で、所有権得られると。 いうことになりますここはだからあまり難しく考えずにです、ねえー、転得者、えー、その第三者からのさらに転得者だったとしても、その人が善意であれば保護されるということになりますので、えー、ここの部分は、ね、あのしっかりと状況さえ分かれば問題ないかなというところです、まあ、理由付け多々ありますけれども、最初の1回目ですから、まずはちゃんとした結論を押さえていくてところを、ねえー、見ていってください。つまり理屈としては まあ善意を丸で悪意を罰としますね。とすると要は A から B に行ってここが数報虚偽表示で、まあ、こういうふうになった場合ねたい、まあ、次々譲渡されるんですが要は一人でも出てくればいいってことです。とすると上のパターンだったらこの人は得られませんよ。 この人は得られませんけどこの人が善意ですから D さんが所有者として94条2項で保護されるとで下の例ですね下の例はもうこの時点で確定します所有権が確定しますので仮に D さんが悪意だとしても悪意だとしても 所有権は得られるとということになりますポイントは1人でも出てくればそこから先というものにはこの94条の虚,虚偽表示の問題は生じないというねでなぜかといったら繰り返すよ法的安定性ね,法的安定性ね1回でどこかで確定しないといけないでしょ誰が所有者かってめちゃくちゃ重要なことだからだから1人でもまあ94条2項で保護される人が現れればもうそこで所有権決まりとであとはもう有効な所有権の移転がなされるとこういうイメージということですね。 はい、じゃあこれね、間違いやすい話をいくつかすると、じゃあ2番、3番ってちょこちょことね、前半、ちょっとやりますけれども、はいえーとね、じゃあ2番の問題、どんな問題だったかというとです、ね、2番の問題は、A、B で94条1項で、でここから C にいってると、そして A から D にいってると。 で当然誰と誰が争うかというと私が所有者ですって言いたいのはもちろんここ通貿虚偽表示だからまあ B さんがいますけれどもこれは C さんと D さんの問題だよねいいですね C さんと D さんの問題で誰と誰が権利争ってますかというと実際には B さんから譲り受けたって主張する C さんと A さんから譲り受けたって主張する D さんですよねでこの時ね結構間違えちゃうのがこれ94条2項の問題って考えちゃうんだけどここだけ見ればそうだねここだけ見れば94条2項の問題だよねただ94条2項が問題になるので誰と誰が争うか A と C が争ってるきでしょいいですね A かこのこれが D がいなくてね A と C が私が所有者ですって争ってるこの場面では A と C が争っているから94乗2項の問題なんだけど今回争っているのは D と C でしょとするとこれって問題意識が全く変わります A とこれ見てみて C と D との関係って A を起点としたらベクトルで考えるとこういうベクトルになっているわけです A を起点として D と C への二重乗とのベクトルなんですよで二重乗との場合どうなるかというと 全体構造でありましたよねこのような二重譲渡というのは対抗関係と言われていて先に登記備えとか勝つんですよねまあ厳密に言うとね登記をね先に備えた方というのは対抗要件というのを得ますからで結果的には登記を取れなかったものというのは権利を主張することができなくなっちゃうというのがありましたとすると二重譲渡の場合はこの C と D は対抗関係に立つということは 先に陶器を備えた方が勝つということですねこれはもう一回、ね、あの全体構図でおさらいしておいて、えー、対抗関係の場合にはその投機を先に備えた方が勝ちますからこのどっちが先に投機取るかで決まってくるということですで同じような問題ちょっとね練習していくとね3番もちょっと見てみるとね3番も AB 間の虚偽表示がありますいいですか3番は AB 間の虚偽表示によって B 所有であるかの外観がある AB 間で虚偽表示がなされていてでどうやら B 所有であるかのような外観がありますでその後にここは虚偽表示だから94条1項で実はそんなつもりはなかったんですという状況ですでただこのあとに、はい、B が C と D に二重条としたと、まあ、こういう状況ねでこの時にこの D さんが所有権得られますかっていう話をする時にまあ見るとね これが94条2項のように見えちゃうとまずくて <laughs> 実質を見るわけで誰と誰が争っているかもう民法のねすべからくあのポイントは誰と誰の権利がぶつかっているかということですからもうただ単にね図を見るよりはむしろこの時の権利関係が誰かと考えるわけすると私が所有者ですと争うのは C と D でしょこの通報虚偽表示ではもはや問題になっていないんですよ94条でもちろんこれは C と D は誠意である前提ですよ C と D は善意である前提ですけれども、えー、この C と D に二重乗とした場合この場合問題になるのは B を起点とした二重乗でしょいいよね。B を起点とした二重乗でしょということは D を起点とした二重乗として考えればこれもつまり先に等気取ったわけがいいです。 先に登記を取った方ということになりますですのででのここね今日いくつか何人かのね、えー、登場人物出てくるような問題出てきたけれども基本的に94条2項が出てくるのはこういう場合前の人後ろの人ということで、ね、前首後首で争いがある場合にはこの94条2項の問題になるんだけれどもこのような二重条との関係になっている時にはこれは二重条 この対抗関係に立つから、これは先に登記を備えた方が勝つということになります。え、民法ではね、百七十七条でこの対抗関係の規定があるので。これはまだね、あの今の段階では、あの、まだわからなくてもいいけれども、あと後々出てきますから、百七十七条ってすげえたくさん出てきます。それがあの、あの、不動産の対抗要件を備えたもの。つまり。こういうふうなものですね。これを一般に点々譲渡っていうわけね。 でこの点々譲渡の場合、争いがあるのは、全、ま、種、あ、対後守、こういう感じですね、全、え、種、ー、と後守でこう争うというような場合には、ここが何人出ようか関係ないです。この時は 94条2項の問題そして何人出てこようがここが AB 間で通報虚偽表示になってたとしてもですね対抗関係になっている場合いいですね対抗関係になっている場合には 条これは陶器を取った方が勝つという条文なんですが、丸取って陶器を先に取った方が勝つということになるわけですね、ちょっとあの話としてはちょっと先に言っているところですけれども、そのようにえされているということですで。 この前半もあとちょっとだけお話をさせていただくとじゃあ94条2項の話はだいたい分かってきたと思うんですが94条2項でもう1つ重要な話をさせてくださいえここから先94条2項の問題の4を具体的にちょっと一緒にやってみたいんでねえ問題の4番はどういう条文あの問題かというと A がですねこれは実際ねあの裁判で争われたやつなんですよこの4番から7番まではえ税金対策で自己所有の建物を 息子の B 名義で登記していて放置していたと、えー、そしたら B が勝手に C に売却してしまったという、えー、このような事例ですね、えー、具体的にどういう状況か分かります A さんはなんかあの土地持ってたんだろうね、えー、自分の建物か、えー、建物を持っていてそしてその建物を税金対策で勝手に息子名義にしてたとさっきもちょろっと言ったけど、まあ、これは特に書かなくてもいいですこれについては A がいてで 取ってねえ税金対策で無断だったんだね、本来は A 所有なんだけど、あの土地を持ってるとね、えー、それだけ、まあ、税金かかるからね、自分の息子のところに名義変えとくかっていう感じで、名義変えといた、そしたらね、息子がね、よっしゃって感じですよね、えー、勝手にこれを売っちゃったと、要するに自分の名義になってるから、それに気づいたのよ、あ,あ俺の登記になってるって、まあ親父の土地なんだけどね、お、まあ、親父の土地なんだけど、自分の名義になってるわと、よしと思って、まあ、これをまあ帰化としてという感じですが、 C に対して売却していたします。そしてこれ、C さん全員だとしましょう。はいえー、これをパッと見たときに、ですね今日ここがあの重要なところなんだけど、えー、C さんは所有権得られるでしょうかという問題です。これはもう勝手にね、勝手に B にしていたと。 でそして、えー、勝手に登記を B にしていたそして登記名義が B にあるところを信じてそして C はこれを善意で買い受けたという場合ですでこの時 C は果たして所有権得られますかという問題です、えー、パッと見てわかるかなさっきの94条の問題とすごくに今までのやってるのとすごく似てますよねいいよね善意、えー、で入ってきた C さんっていうね典型的な、えー、最初のちょっとねスライドのところでちょっと見せますけれどもなんとなくこれとすごく酷似してますよね 一番最初にあるね一番最初のなんか虚偽の外観を信じて、ね、買いますよって買ったとすごく似てるんですがこれは気をつけていただきたいのは94条2項を直接使えないんですこれなぜ使えないかというとなんとなく94条2項にすごく似てるから結果的に C さんを保護したいというところはできない理由が2つありますなぜかというと、ね、条文もう1回見てもらっていいかな94条2項の通報虚偽表示の条文って何だった ここはもうあのポイントで相手方と通じてした虚偽の意思表示が無効なんですよねこの4番の事例っていうのは相手方と通じてしたという通報がないよねだって勝手にやってますよこの人つまり B さんはそれを知らないんでしょ確かにこれは虚偽よ虚偽の意思表示だよこれはね登記名義が違うっていうのは虚偽の意思表示だけどそもそも通報がないです そしてもう一つこれはあの1回目の講義では出てこない多分登記って意思表示じゃないんです登記って何かというと登記所とかね法務局とかに必要書類持っていけばもう登記官が勝手にやってくれます別に何らの意思表示もないんですよもう必要書類とか印鑑証明とかそういうの持ってってそれで役所に持っていけばその時点で登記ってしてもらえるんですということはこの登記名義を変えるっていうことは 意思表示じゃないんですよ。であごめんななさいい意思表示じゃないですということは、ポイントね、C を保護したいんだけど、94条2項の適用はできないんですね。ただ、なんとなく。 あのこの感覚で、ね、いや94条2項っぽいけどできないなって思ったかもしれないけどただ、これ事例見た時に A さんと C さんどっちを保護するかって言ったら絶対 C さんですよね、えー、もう自分自ら、ね、勝手に登記名義変えている人とそれから B さんの虚偽の外観を信じてこう入ってきた人どっちの方を保護するのかといったら当然 A と C だったら C の方が当然保護すべきなんですでこの時にどういうふうに法律では解釈するかというと直接適用できなくても 法律の趣旨ねその立法趣旨が当てはまるならば同じ結論を導こうという考え方があるんですそれが類推適用と呼ばれるものですね、えー、これも全体構造の,あのいわゆる条文解釈と呼ばれるところで出てきましたが、えー、直接適用はできないんだけれどもただこれって94条2項の趣旨を考えてください94条2項の趣旨って何だったかというと3つありました権利外観法理と呼ばれるものですよねちょっと戻りますよはい えー、虚偽の外観があって本人が悪くて奇跡性があって第三者が信頼したんだったらその第三者の信頼通りに保護すべきだという考え方がこの94条2項の趣旨だよね。とすると別にね94条2項の直接適用はできないけれども権利外観法理に当てはまるならば。 これ類水のの基礎があるよねとで類水の基礎があるということはその94条2項の直接適用ではないけど同じような効果をもたらすような、えー、類水適用というのをしてみようとでそうすると結局によって C を保護しましょうというふうに考えられるわけですね。で具体的に ちょっとだけあの私の方のレジュメの方を使わせていただきますとえつまり、これポイントはね類推適用というのは今日、知ってほしいのよ直接適用できないんだけれどもその法律の趣旨に当てはまるのであれば同じ,結論を同じような結論を導くべきだというのが類推適用だから、この類推適用をしっかり理解する時のポイントはねその権利外観法理とかなんでこの条文があるのかというのを知らないとできないということだよね。 だからその条文が何であるのかってことをちゃんと理解してないとそもそも趣旨が当てはまるかって分からないでしょだから94条2項はあこれは権利外観法理の,、ね、適用あの条文なんだから直接は無理だけどー権利外観法理が当てはまるよね特にこれ見てみて、はい、A の落ち度もうすごいことになってますよねす、えー、すごいことになってますよね、はい、虚偽の外観ありますよねそして第三者信頼してますよね善意ですよねということならばこれはやっぱり権利外観法理当てはまる場面じゃない。 だったら累積を認めて C に権利を認めてあげようということになります、はい。ということで、ここのあっと、ね、解説中の4ページのところで、ね、私の方、まとめさせていただいているんですがこのようになります、えー、つまり、累積適用とは何かというとい,いかな、えー、94条2項の趣旨というのは権利外観法理なわけですね。えー、虚偽の外観があって 外観作出に対する本人の奇跡性があって第三者の信頼を要件として取引の安全という観点から第三者を保護しましょうという考え方が原理外観法理なわけですですから直接適用ができない場合であってもいいですね直接,で直接適用ねえ直接適用ができない事例においても趣旨が当てはまるのであれば類推適用によって保護すべきだというのが考え方になります。で 今後、勉強するときにこの類推適用ってめちゃくちゃ出てきますで、まあ、入門講座の1回目の講義ですからここはねあの結構声を大にして言っておくと類推適用っていきなりしちゃだめよだから直接適用できないってことをまず言わなきゃだめですよいいです、ね、よくなんか類推適用しましょうとか、ね、いきなり類推適用の話を始めちゃうってうケースあるんだけど類推適用の前提として直接適用できないことがありますで直接適用できないけど趣旨が当てはまるってことをちゃんと言ってねだからちゃんと趣旨の指摘 そして当てて当はまるってことを言うだから、まあ、論文っていう発想はまだ、ね、先かもしれないけど実際、考え方としては順番こういかなきゃダメなのまず、通報がないですよね登記は意思表示じゃないよねという点からすると94条2項の要件は満たさないんですで、ね、通報の要件も意思表示の要件も満たさないから直接適用ができないよということをまず指摘するただ、直接適用はできないけどその趣旨が当てはまるじゃん 権利外観法理の趣旨が当てはまるとつまり B 名義の登記という虚偽の外観あるよねいいよね B 名義の外観という虚偽の外観があるよねそして本人落ちであるよねもう勝手にそんなことしやがってと、えー、勝手にそんな登記名義をするとそしてで第三者は信頼して入ってきたんだから、えー、このような場合にはやっぱり基礎があるとするとこの94条2項の累積適用をすることで結局 C に保護をしましょうと。 あいいう,うに考えていくわけですねつまり直接適用ができないということをちゃんと指摘しなきゃいけないということになりますで、えー、とちなみにこれって難しいところがですねじゃあどこまで類推適用できるかだよねかなり、どん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 ん広くなっていってどこまでこのような類推適用を認めるかとこれは結構類推しやすいよねななんとなく、ね、近いでしょ、場面がだけどどんどん,どんどん遠ざかっていったときにどこまでそれが、ね、いけるかという、ね、この類推適用の限界に迫りましょうというのが後半のメインになります。 ちなみにこの最後に、ね、前半の講義のまとめになりますが5、6、7と見ていくとだんだん,だんだん遠ざかっている事例にしてますえちょっと見ると、ね、5番は何か似てるんだけど少し違うんだよえ B は A に内緒で A 所有の土地を A から B に変更した同じような感じだよねで A は土地の名義が B に変更されていた事実に気づいてたいいですね 今度はやってんの B 側なんですよいいですすよいいね B 側が勝手に親父の土地を自分の名義にしてたみたいな、ね、そんな状態かさっきは親父が息子に勝手に名義変えてたって感じこれ逆だね今度は息子が親父に内緒で親父名義のを変更して自分のしてた。た A さん、親父はああ B のところになってるなって気付いてたけどもう放置してたと。 いう場合ですちなみにこれ全部裁判で争われた事例なんですよ、ちなみにこの長時間の放棄って書いてあるけど、確かこれ30年ぐらい放置してます、で B は C に売却しちゃったとっいう事例、ちょっとさっきより遠いよね、直接事例より。で6番はい A は自己所有の登記を B 名義の仮登記にしておいたこの仮登記って言葉は知らなくてもこの後、後半の講義でやりますから仮登記ていうのは本登記て言って登記を移す前の段階に仮にやっとくみたいな準備段階の登記です仮登記をするとその後本登記っいうのを変えるっていうことがやるわけですねとりあえず登記、本当の登記じゃなくて仮に登記してたのそしたら仮登記にするとその後簡単に本登記ってできちゃうんですよこれはちょっとね あとあとの勉強になっちゃうんだけどで B はあなんか俺のとこに仮登器あるわと思ってでそれで仮登器を本記に B さんが変えて売っちゃったっていうね、えー、事例ですねそして、えー、7番に行ったらこれは結構悲しい事例でね A さんこれお父さんかなお父さんじゃなくていいや A さんは B さんに言われるがまま、えー、A 所有の土地の 登記済証証や印鑑証明書を渡すなどしたところちなみに登記するためにはこのような登記済証とか印鑑証明というね、えー、そういう書類が必要になるので普通これ人に渡しちゃだめですわかります印鑑証明とか実印とか登記済証とかこれ人に渡すとものすごい悪用されてしまいますもっと言うと勝手に登記を移されちゃいますあのだから当然こういうもの金庫に入れてるようなもんです登記済証とか印鑑証明書とかねもう絶対に人に渡しちゃいけないもんなんだけどこの A さんは B さんに言われるがままちょ,っとなちょっと登記済み証とか印鑑登録証明とちょっと渡してよとか言ってね、はい、はいはいって渡しちゃったとちなみにこれすげえご高齢の方だったんですよかるあのいわゆるおじいちゃんでだからもうでこの B さんっていうのはそのおじいちゃんに、まあ、ち,ょっとちょっかい出すというわけじゃないけどそのおじいちゃんから、まあ、うまいことやろうって感じで。 あのおじいちゃんちょっと大切だからさ大切なもんだっても言わないでちょっと必要な書類だからって登記済証とか印鑑証明書ちょっと渡してって,ってでおじいちゃんはいはいって渡しちゃっただから渡されちゃったらもうそれ最後ですよねもう渡してしまったら最後でもう B さんはもう当然それ見たらもう悪用しちゃうわけですねえ印鑑証明書とかともうそういった登記済証っていう登記のために必要な書類をおじいちゃんからもらったらもう全部悪用して勝手に自分の名義に変えて彼に売っ払ってしまったという場面です でこの4つの事例を全部ね、えー、4567と4つの事例を345あ,あごめん間違えた4567って4つの事例見て分かると思うんだけど全部ね似てるのよそのベクトルの関係っていうのかなその事例関係はなんとなくこれなんだよ結局 A と B との間で虚偽の外観が作られてこの後説明しますけどで何かしら事情の知らない第三者に売っちゃったっていう事例は変わらないんだけれどもこの4567になるにつれてどん,どんどんどんその類推適用できる場面としては遠くなっていくと。 どこまでこれを、累積を認めていくのかというね、そういうふうな問題をちょっとこの後やっていくということになります。はい、少し前半の講義はちょっと長くなりましたけれども、ちょっと休憩を挟んで、後半の方に入りますはいじゃあちょっと休憩します。 ですね、よろししくお願いいたします、えー、と後半戦ですけれども、えー最後ね、前半の最後にやったこの通報虚偽表示の、えー、類推適用94条2項累積適用についてどこまでいけるかということを、ねえー、少し説明していくとまず、ねえーとね、5番の問題ですけれどもどういう問題だったかというとこ、まあ、こういういとですね、えー、B はまあ A に内緒で A 所有の土地の名義を A から B に変更したんだと。そして A は 土地の名義が B に変更されていた事実に気づいていたけれども、登記名義を自己名義に回復することなく長期間放棄していたというときですね、で実際、これも図を考えながら見ていくと、ですね判例もそうなんだけどねで、この判例って書いてあるのは、それに対して裁判所がどういうふうな、ね、判断を示したかということですが、5番についてはこういうふうな状況ですね、状況だけ確認しましょう。5番ですけれども これ、本当にサクっとやっちゃいますが、B がやってるってことね、これをね、B が虚偽の外観を作っていて、その後に C に売却しちゃったと、A はどういう状況だったかというと、長期間放置したと、放置していたということですね。 で実際そういう時果たしてこれいいのかという問題になってきますけれども、えー、長期間放置していたというふうに書かれてますが本当にものすごい期間、えー、放置していたという、ねえー、状況なんですけれども、えー、実際、これ結論からするとそのやはり C を保護するということは必要になりそうだよね C が善意であればね C が善意であれば虚偽の外観ででポイントはこれ A の軌跡性というのがどこにあるかというとここなんですよね。 長期間放置していたということに対してやっぱり奇跡性はあるわけですね通報はないとしてもその A がまあ長期間放置していたということがえ実際にそれは奇跡性を裏付けるわけだからとすればやっぱり94条2項の累積適用によって A は保護されるということになりますえ具体的に、ね、これ判例が言っているポイントだけ言っておくとですねちょっと触れとくと,、えー、っとこの判例なんですけれども まあ実際ここにまあ書いてある通りなんですが不動産の所有者が真実その所有権を移転する意思がないのに他人と通謀してそのものに対する虚構の所有権登記を経由した時は右所有者は94条2項によりまあバーっと書いてあるけど全員の第三者に対抗することを得ないこれはまず原則だよねそのまま他人と通謀してね虚偽登記を経由した場合にはそれは全員の第三者に対抗することはできないがはい これが所有者の知らない間に他人の宣伝によってなされた場合でもいいですね要はまさに今回の事例、それでしょえ実際にその所有者が知らない間にもう他人が勝手にやっちゃったという場合であったとしてもはい不実登記されていることを知りながらこれを存続せしめることを明示または目次に承認していたときは94条2項を累積適用するんだということですね。ポイントはここです 明治または目次に承認していた場合であっても94条2項が累積用されるんですよということですねいいかなこのようにえ判例は示しているということですねでは次の、ね、6番これは一気にやっちゃった方がいい6番の問題もやってみましょうじゃ六6番の問題はどういう状況かというと A は自己名義の建物を B 名義の仮登記にしてたと6番の問題はちょっとじ事情を確認するとこれは無断だよね、えー、無断で A が B に仮登記してたとで仮登記っていうのは実際の本当の登記の前の段階だから仮登記ではその実際に売却することはできないんですね本登記に変えるっていうワンクッション必要になるんです登記って、ね、で実際仮登記まで A さんがやってたとそしたらこの仮登記を見つけた B さんが本登記にしたと。 だからこれ A がやったことは、ね、A がやったわけです。ですが本、本当、あれちょっと待って、失礼しました。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと待ってください。はい、あ、ごめんなさい、失礼しました。ちょっとトラブルです。<laughs> えっと、B さんが本当、機に変えていたということですね。で、実際、B さんが本当、機にした上で、C に、えー、ごめんなさい、売却ですね。 こういうステップを踏んだわけですね、えー、状況としては、まず AB 間にで、これももちろんね、この問題解いてるときに、私の方でで、もう、あの、類推適用の問題ってなで前提に話してるけど、みんなが考えるときには、まず直接適用できないよってことは常に考えてね、でれて、だからね、まずね、陶器だから位置表示でもないし、A と B との間に通報もないでしょ、だからこれはあの直接適用はできないんだけど、類推適用できますかということですが、今度はかなり遠くなってきました。A は 仮登記していてで仮登記までは作っているのただ、B さんがそれを本登記に変えて売っ払うという状況ですそして、ちょっともう一問7番,もやっちゃう、ね、7番はどういう状況かというと A はこういう感じですけども B の言うままに必要書類を渡したわけです。そしたら B が、ごめんなさいね、勝手に投機して、売却したというふうになるわけですね。 でこのような場合どうなるかというふうになっていくわけですが実は、ね、前半の内容と密接に関わってきますこれは結論から言うとです、ね、今までの4つの事例というのはこの下2つの事例と上2つの事例って実は大きく違うところがある何かというと A の落ち度が67は累計的に低いんですなぜかというと、ね、ちょっと、ね、せっかくだから示しますけれども4番の事例というのはどういう事例だったかというとこういう事例でしたよね 勝手に登記名義を B に変えていたということで売られちゃったケースですよねで5番っていうのはこうですよね B に登記移してたらもう長時間放置していたというね、えー、つまりさっきの事例でいうと目次の承認があるんですよねごめんなさいちょっと漢字の順番書きに違ったな、えー、目次の承認があったわけですねで4番と5番っていうのはこれ落ち度として言えることはもう自分自ら作ってるんですよ いいですねこの虚偽の外観についてこの陶器がある土地の目 B に陶器を移すというこの虚偽の外観を A は自ら作ってますよねそして、5番についても同様実際に B が党、ね、規移しているけれどそれを目次に承認しているからその陶器を移すということについて A は認識してますよねつまり虚偽の外観についてその4番、5番の問題というのは A はもはや自分で作っているのと同じ状態なわけですよ。 まあ特に4番は自分で作ってるしで5番については確かに B が動かしたけどその後ね目次に承認してるからこの虚偽の外観を作ったことについては A っていうのは完全に認識してるわけですでそれに対して下何が違うかというと6番は A がやったのは仮登記まででしょ本登記にすることって A は承認してないんです仮登記までは確かに自分で作ったけれども本登記にするってことは A さんは自分でやってないよね B さんが勝手にやってますよね そして7番も見てもらっていい A さんは必要書類渡してますけれども必要書類を渡してるけど登記動かすことって A さん認識してないよねわかります勝手に B がそれをやってるだけですつまりこの6番7番って何が違うかというと B さんが勝手にやらかしてるんですよどこが違うかというと A さんっていうのはその6番においては B っていうのは仮登記までは A は認めてるんだけど本登記に変えることは A は了承してない でそれに対して7番,は7番も同じ、えー、実際に必要書類は渡したけど登記を移転することは, B はあーこれ A は認識していないとすると4番、5番の問題というのはいい A の認識と虚偽の外観というのは一致しているわけです。いいですね 要するに登記を動かすってことを4番は勝手に自分で動かしているし5番も目次の証人与えてるんだから登記があるなってう分かってんるんだけど6番、7番は A の認識は虚偽の外観を実際に作られた虚偽の外観よりも小さいわけですよいいですね虚偽の外観小さいわけですで A の認識としては例えば6番の問題であれば A の認識は仮登記 B の認識は本陶器だよねつまり虚偽の外観あごめん A の認識は本当期で実際作られちゃったのは本当期でしょで7番の問題は、えー、おじいちゃんの事例ね、えー、おじいちゃんの事例としては A の認識はそもそも虚偽の外観なんて作ること分かってなかっただけど勝手に本当期されちゃったという状況さあ5番6番と45と67比べた時に落ち度はどっちが大きいでしょうかととすると A の跡性は当然自分で、ね、全部作った方が大きいわけですで67っていうのは当然確かに落ち度はあるけれども B の関与があるでしょその後に B の関与があるってことは A の奇跡性って小さいわけですでこのような違いが生じてくるんだけれどもそうするとこれ、ね、6番7番の事例ね何と似てるかというとこの94条2項なんだけどむしろちょっとね前半でやったことをおさらいするけれどもむしろねこれに近いんじゃない ちょっと前半の復習虚偽の,だあのこの、ね、110条の代理人の話あったじゃんある代理権渡してたんだけどえ勝手にその代理権より大きいことされちゃったっていうケースこれと状況似てないですかつまり代理権は賃貸借だったんだよね A さんは、ね、この場合、ね、賃貸借の代理権を上げてたんだけど勝手に売買されちゃったというケースいいですよねえつまり110条っていうのは他人によって外観搾取されたって例でしたよね。 えつまり94条2項が本来適用される場面というのはえ自分の意思で外観を作出するから奇跡性は大きいわけ、いいよね,いいよね自分の意思で外観を作ったんだから奇跡性が大きいから、えー、A を C を保護する必要性が大きくて善意のみで足りますよとでそれに対して、はい、110条という、ねえー、この権限外の代理というのはその B が 要するに、ね、A の思っている以上のことをしちゃったという点で他人の、ね、B の行為が関与しているとでこの時は A の奇跡性が小さくなるから C の保護の必要性は小さいよねでその結果 C の主観面は善意無過失まで必要だということをやりましたで判例はこ,れはむしこのね話ねこの4番、5番というのは94条2項の問題なんですよね自分から作ってるからだけれどもこのように自分の認識を超えて その相手が B が勝手にやらかしたという場合には94条2項プラス110条も一緒に累適用していくんですえなんでこれ110条って入れるのって思うでしょう結局 C はさっきの事例だと善意のみでいいんですよね C は善意のみで保護されるんだけれどもえただ 110条が絡んでくる場合には善意プラス無価質まで要求されるという違いがありましたでこのような違いが実際生じているというふうにされていますですのでちょっと言葉として知っておくというのはこの4番5番っていうのは A の認識と虚偽の外観っていうものが一致しているでしょいいよねこれを 意思外形対応型っていうふうに言うんですね、えー、つまり A が作ってる A の認識と作られた外観が一致してるとでこの時は C は善意のみで保護されますなぜかって A はそれだけ悪いからですでそれに対して A の認識以上のものを B が勝手に作っちゃったって場合には A のうちの少ないんですよでこのようなの類型として意思外形 非対応型というんですね医師外形が対応してないときは善意じゃなくて無過失まで必要ですよというのが判例の考え方なんですで判例も全く同じように考えていて今やった6番と7番の事例でもそのようにやっているということですねはい、はい、じゃあちょっと見ていただけると6ページ7ページどちらもですねこれについて裁判所がですねこの6番7番についてどういう判断をしているかということが示されているんですが はいまあ、なんとなくね、この事例6を一般化すると、こういうことなんですよ、えー、事例6を一般化すると、真実の権利者 A の意思に基づいて、虚偽の第一外観が作られてるの、虚偽の第一外形が作られて、そして名義人 B の責任行為、悪い行為によって虚偽の第二外観が作られて、でその上 B が処分しちゃったということですね、つまり第一外観までは A がやってるの、だけど、第二外観を作出することについては A が承諾していない。 えこういう場合ですね、回、えー、答期まではしてるんだけど、B が勝手に本答記に変えて、その上で C に打っちゃったで、この時に判例はどういうふうに言ってるかというと、この110条もやっぱりね、王、えー、方位に照らすと言ってるんですねで、この110条って持ち出した理由っていうのはさ、さっきも言ったけどね、110条の条文っていうのは権限外の代理なんだけど、その時には、 あの無過失まで必要とされているんですよ、110の講義としては代理のところでやるからね、またね。ですから、このような場合には C は善意の第三者じゃなきゃいけないで,ですが、無過失まで必要と、えー、善意無過失の第三者を保護すべきということで、無過失まで必要としているわけですね、いいかなで理由としてはね、上に私の方で、えー、解説中で書いたけど、この意思外形非対応の場合っていうのは、どうしても、奇跡自由が小さいんですよね。 いいよね、奇跡自由が小さいからやっぱり本人を保護するという点が出てくるわけこの A さんね A さんを保護するという観点からやっぱり C さんのハードルを上げなきゃいけないということですねそしてあとは事実関係としてもやっぱり似てるんだよね、110条と賃貸借だけ任してたら,ら勝手に売られちゃったってケースと似てるでしょ仮登記までやっといたら勝手に本登記までやられちゃったってことだからねそうするとやっぱり事実関係としても似てるので、えー、この場合には110条を使って無価失までいると。 そしてさらにビョンといきますえー、さっきのおじいちゃん事例ですねえー、おじいちゃん事例でもやっぱり判例は百十0条使っていんですねいこれは、まあ、まあ落ち度がないっていうのは何が落ち度かっていうここが落ち度なんですよ A さんのおじいちゃん確かにねえー、何にも許容してないですよ虚偽の外観作ること許容してないけどそりゃ実印とか渡しちゃダメっしょっていうねね普通わかるっしょっていうねだから言われるがままに登記詰め書を渡すことにやっぱり落ち度があるということですね そして勝手に自己名義に投機を動かしてその上で売っちゃった場合にはやはり税無課室までいるとでこれが判例としてこうやって言ってるんですね本件投機手続きをすることができたのはあまりにも不注意な行為と、えー、この A さんのあまりにも不注意な行為によるもんでしょと、えー、ですから、まあ、ここまで言,って言われるとかわいそうだけど、うん、不注意な行為によるものであり B によって虚偽の外観が作出されたことについての A の奇跡性の程度はね え自らの外観の作出に積極的に関与した場合と同うししうるんだと分かりますかね特に登記っていうのはそれだけ、ね、渡しちゃいけないものってあるわけですよもう印鑑とかね登記済み書なんて渡したらどうなるか分かるでしょとだからもう自ら作出する場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同うししうるぐらい重いということですねでそして結局全員無過失 C はでも無過失までいるんですね なぜかというと判例をこっって言でしょ C は B が所有者であるとの外観を信じまたそのように信じることについて過失がなかったとっ言ってますからやはり C には全員無過失を要求するということになるわけですね。はい、えなんとなく、ね、この累推適用って難しいんだけれどもだんだん、ね、あのどういうものかが分かってくると、えー、使えるようになります。で最初、だからかなりハードルを上げて説明しているのはあのここまで、ね、あのしっかり理解するというのはさい最後に、ね、またできればいいですから。 はい、でその先ほど出てきた累積的世論、ちょっとチェックシートの方でも、ね、え触れますけれども、3ページのところから、ですねえ簡単に触れておくと、ですね医師、えー、対応外形、医師外形対応型、まあ、自分から作っちゃったっていうことですねえ、自分から作っちゃったっていう場合は、さっきの事例問題集の4のケースですね。権利者 A が B の承諾を得ないで不実登記を作出したところ B が勝手に C に処分しちゃったって場合には94条2項の累推適用になるということですそして4ページ、まあ、ここがサクッとね見ていきますこれも読んできたら分かるからねでえっ、ー、と意思外形対応型のもう1つの類型はその他人が不実登記を作っちゃったんだけど真実の権利者がもうずっと放置した場合ね 真実の権利者つまり A さんが他人名義の登記の存在を知っていてもこれを明示目次に長期間放置していた場合やはり目次の承認があったとしても94条2項の類数を認めるということですでさらに医師外形非対応型ということでこの場合ですねこれは虚偽の外形第1外形が作られてその後虚偽の第2外形が作られたというケースでこのケースの場合にはその医師と外形が A さんは対応してないよね A さんは仮陶器までは認識しているけど実際に作られたのは本陶器という場面ですからでこの場面では110条の方位に照らすから全員無過失までいると C, は、ね、C さんは無過失までいりますそしてほい、えー、94条2項類推としてはもう1つです、えー、A さんの関与はないともう言われるがままに、ね、やっちゃった系ですね、えー、あまりにも不注意に虚偽の外観が作られた場合にはやはり110条の類推適用になって 結局、全員無過失までいるということになりますえこの辺、ねな、慣れるまでは、ね、実際にあこういうもんだねみたいな感じで全然え構いませんのでえここまでしっかり理解できていればこの94条の話というのは完璧だと思いますであとは細かな話を少し紹介しておきますと、はい、じゃあ、ちょっとセブンサミット使いながらここまで,です、ね、心理留保、通報虚偽表示という2つやりましたがはいえー、っと 虚偽表示についてはです、ねえー、押さえておくべきところだけちょっと触れておくとですね115ページですねもうガラッと変わります、さっきの話からね、えー、94条2項の問題として無過失はいるかということですねでこれはいいですねあの94条2項は善意のみでいいからねいいですね、えー、116ページにありますが無過失不要説といってこの94条2項の場面では善意だけでいいからねで特に理由は条文に書いてないでしょ。 いいね、94条の場合には94条2項を見ると、えー、善意の第三者に対抗することができないとしか書いてないので94条という場面では、えー、善意のみでいいわけですね、はいえー、そしてあとはです、ね、結論としては登記、はい、がいるかという話なんですねこれもちょっと細かいですので、えー、触れておくと登記いるかということですが登記、はい、不要です94条2項の時に登記がいりますかという問題も登記はいらないということですね えー、具体的には、えー、どういう状況かというと、うん、ちょっと例を挙げますけれどもこれは本当に気楽に聞いて,聞いてくださいあの慣れてきたらこれ全然あの難しくはないいですあの今までさっきの累積適用全部忘れて累、ね、積適,、ねえー、適用の場面全部忘れて普通にあごめんなさい A から B で、まあ、通報虚偽表示がなされて C に売りましたと、まあ、これいいよねでその C さんが善意だと。 まあ、こ,こんな感じじゃないですか、これ別に書かなくていいよ、え通常の,あの虚偽表示ってこういうことでしょ、A さんが B さんと通報を虚偽表示していて、B さんがなんかしんないけどこうあったものをこう動かしましたという、こういう場合でしょ。でこの時に 通常のここに善意無過失までいるかっていうのがまず最初で無過失までいらないっていうのはあの条文で書いてあるからね全意のの善意の第三者にって言ってるから別に無過失いらないから善意であれば C は保護されますそして、この時に A と C との時にこれ登記必要かって問題なんですよわかりますこの例えば不動産だったら登記を備えないと A さんと対抗できないかっていう問題もあるんだけどこれは対抗関係に立ってないでしょ。 いいよね、単なる ABC の関係っていうのは全種公種でしょで,いいよ、ね、で全種公種の場合ってのは二重譲渡のような対抗関係に立ちませんから当期不要です当期不要です。 対抗関係ってまさにな二重譲渡みたいに枝分かれしたときでしょ何の枝分かれもないじゃんこれホイホイホイだからね、えー、A, A と C との関係の94条2項の通常の場面では登記、えー、はいらないというのはこれを見れば分かると思いますということがここに書かれています、はい、そして、ね、118ページから119ページのところですが、えー、先ほど私が事例問題集の、えー、ところではです、ねえー、2番3番がこれになります いいですね、2番3番の図なんかまさにこれそうですよねこれが事例問題集の2番の図ですよね、えー、事例問題集の2番でやった問題、えー、そして119ページが事例問題集3番でやった問題になりますので、まあ、復習するときにここを読んでいただければ十分かなというところです、えー、そしてはいえー、っとね120ページから120え百二十 5ページまでのところが先ほど言った94条2項の類推適用のの話ですね94条2項の累推適用についてまとめている部分ですのでこちら、セブンサミットの方を見ていただいてもいいですがむしろ解説中の方でね、でまとまっているところですので解説中に書かれている事例のです、ね、4番から7番のところがまあしっかりバシッと分かっていればここの部分については。 その問題なく大丈夫だと思いますでこの時だからこれやったよってチェックだけ入れておくといいよ120ページから125ページぐらいまでのところ一応、さっきやったよみたいな感じでチェックだけ入れておいてで復習する際にはこちらの参考にしていただければと思います、はい、ではその上で,です、ね、他のやつ累計としては錯誤ってやつやっておきましょうか錯誤については 95, ページあ95条にあります、えー まあ一番、ね、なんかに日常的に使うものですが、まあ、錯誤というのは基本的に勘違いのことをいいますで、そのような勘違いがあったときどうなるかというと、95条で書かれているのは無効じゃなくて、取り消すことができるとえされています、はいで、さらにせっかくだから96条も見ようかえ、詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができるというふうに書いてあります、つまり93条の心理留保は、覚えてますか原則有効になるんですよね。 原則有効で相手が知っていれば無効通報虚偽表示は無効ですよね無効だけど全員の第三者にはその無効が主張できないで95条、錯誤勘違いがあった時には取り消せますそして96条、詐欺や脅迫はこれも取り消せるということになりますですので、まあ、今日は、ね、最初の講義だからねあれですが、えー、シンプルに見てもらえれば、まあ 93条、94条はやったから95条が錯誤ですよねで96条で詐欺や脅迫で日常的に詐欺脅迫っていう言葉使いますよね同じでいいです同じです詐欺です通常ので脅迫も脅迫ですねただあの民法の脅迫って気をつけてほしい漢字こう書くんだね あの刑法の脅迫ってこう書くんですよ刑法の,脅迫の強ってこう書くんだけどあの民法ではこの脅迫ってこっちの漢字を使うので,でこいつらは全部取り消すことができるということになりますではちょっと全体構造の復習になりますが取り消しと無効の違いは大丈夫だよね 無効というのは無効です、最初からもう、誰でも言えます、無効は、誰でも無効主張できますし、いつでも主張できます、ですが、取り消しうべきものというのは、取り消すまで有効と扱われますい、い取り消されるまでは有効で、取り消されて初めて最初からなかったことになる、なので、それだけ取り消しなのか無効なのかというのは、意味が違います、取り消すことができるものというのは、取り消されるまでは有効ですから、そこは気をつけてね。 ということででかつてはこの錯誤って無効だったんですけれども、まあ、無効にするほどでもないだろうというところから、ねえー、今、取り消すことができるとされていますででこの錯誤って勘違いということなんですがまず定義としては125ページ少し分かりにくいかもしれないが錯誤とは表示行為から推認される意思と内心的公開意思が一致しないことを言いますまず,まずこの定義は押さえておいて。 表示行為から推認される意思と、えー、内心的効果意思とが一致しない意思表示のことを言うとで多分、意味分からんと思うね。でな,なんで分からんかというとね、えー、結構複雑なんですよ、この話、えー、126ページに、まあ、書かれているんですがこれは、ね、通常、はい、意思表示ってわれわれさなんか食べようと思って、えー、なんかパンかなんか食べたいと思うでしょ通常どあの、パンくださいって言うわけじゃん。 でそれで終われば済むんだけど実は、ね、すごく複雑なんですよ細かく分解すると日常的には我々、ね、ああこれうまそうだねってパンくださいってやるんだけど4つのステップ踏んでるんですよこれはちょっと見といてまず、動機があるおいしそうだなっていうのがあるわけですおい,いです、ね、美味しそうだなと思ってでその後にまに、あ、これは適当に12で書くだけねその後にに買おうって思うわけパンを見つけてあうまそうだなパン買おうと思ってそしてえ買おうって思うう買おうと思っても それ喋らなかったら言えないでしょ、コンビニでもね、買おうって思ってもただ思ってるだけでしょ、よし、じゃあ買おうって言おうって思うわけ、くださいって言いたいでしょ、くださいって言おうって思ってそれで言うんです、4つのステップ踏んでるの、わかる、だから2で止まってる人でただね、おいしそうだ、買おうって思ってるだけだね多分コンビニでニヤニヤしてるだけっていうね状態ですよね、で実際に、おお、これ、くださいって言おうって思って言うっていうよ。 状態で、この4つがストレートにいくと全く問題ないんです、いいよね、え普通にえくださいって言えるわけ、ただ、そこに要するにトラブルが生じた場合に、って生じるのえ例えば、えまあ、これ、最初にやっちゃうけれども、ここのステップとしては3箇所ありえんの、その3箇所であの要するにトラブルが生じるの。 でこのまずおいしそうだというのはとりあえず置いておいて分かりやすいのはこれです、内心的公開士はおいしそうだ、アイスクリーム買おうって思っているとでアイスクリーム買おうって思ってるんだけれどもあの目の前にあるアイス、まあ、アイスクリームとソフトクリームってめちゃくちゃ分かりにくい例なんだけどね、えーまあ、実際に何でしょうかもうちょっと例変えるわ、これ、アイスクリームじゃなくておいしそうだなと思って、まあ、例えばグラタンを買おうと思うわけですね。 まあグラタンを買おうと思っているとでそしたら、えー、でその言うときにじゃあ,、まあドリアをくださいって言おうでドリアをくださいってででこれあり得ないと思うでしょあ,のあり得るんです、これおいしそうだなあのグラタン買おうと思うんです目の前にあるグラタン買おうと思ってるじゃあよしドリアを買おうって言おうと思っ,て言ってドリアくださいって言っちゃうどういうケースかというとグラタンとドリアは同じものだと思っている人です。もしくは かるあのまあ、今、間違える人いないけど、ね、すごい高齢の方だったら、ね、もうドリアとグラタンもう区別つかなくなっていて、ね、えもしくはド,ドリアとグラタン逆なもんだと思っていて何、えー、か知らないけどこの,あの米が入ってないこれを食おうと思っているんだけどそれを何か知らないけど米の入ってないものをドリアだと思っててでじゃあドリアくださいって言おうと思って、えー、ドリアくださいって言っちゃったら多分ドリア出てきちゃいますからね、えー、そういうい状況ですであとはもう1個こ、こっちも分かるこの人はあのその勘違いはしていないの。 美味しそうだなアイスクリーム買おうでアイスクリームくださいって言おうってまでいいんですよで言,言おうって思ってたんだけど喋るときに言い間違えちゃうねな,なぜこんなことが起こるか分かんないけどね、えー、ソフトクリームくださいって言っちゃったっていうね えー、ケースです、まあ、おちゃんとアイスクリームを言おうと思ってるんだけどなかアイスクリームって言うつもりがソフトクリームって言っちゃったケースですね。ね、まあ、言いい間違いのケースだからさっきの、ねえー、グラタンとドリアの例で言えばグラタンとドリアってのは混同していなくて、えー、ちゃんとあのグラタンを買い食べたいなと思ってでグラタン食べたいなと思ってグラタンって言おうとしたんだけどしゃべるときに何かドリアって言っちゃったっていう、ねえー、そういう、まあ、往々にしてありえるのかという問題ですけれどもあの実際に意思表示の過程を分析すると、まあ、何箇所かあるんですよ。でこれが 内容の作語、表示の作語って書いてあるけれども、そこまで深く考えなくていいです。で、もう一つあるのが動機の作語で、まあ、美味しそうだからアイスクリーム買おうと思って、あと全部大丈夫なんです。あ、美味しそうだ、アイスクリーム買おう、アイスクリームくださいって言おう,う、アイスクリームくださいって言ったんだけど、うん、まずかった場合ですね、まずと思ってね、えー、食べたら全然美味しくなくてね、いや、美味しそうだと思ったから買おうって思ったんだよっていう、ここに作語があると。わかります えー、つまり、錯誤の種類っていうのは3種類あるんですが、えー、通常、です、ねえー、押さえていただきたいのは、えー、一番問題になるのは動機の錯誤であるケースが多いですわかります勘違いの時もそうでしょ、えー、これ、おいしいと思ったから買ったんだけどみたいなね、えー、その時に、えー、私は錯誤を生じたんだというふうに、まあ、問題になることはあるんですがまず、ね、条文の立てつけをやる前にこの、ね、大きく分けると錯誤って2つに分かれてるんですよこの動機の錯誤とその他の錯誤ってことですね。 動機の錯誤と表示行為の錯誤というふうに分かれていますでこの表示行為の誤っというのがさっき言った内容の錯誤と表示上の錯誤に分かれますでこれは覚えなくて全然いいですこの用語は動機の錯誤の場合というのは動機の,の部分に何かしらのトラブルが生じている場合でそれ以外のものというのは動機は問題ないんだけど通常の何か思って何か買おうって思って言おうって思って実際に言うっていうね その現実的な表示部分でトラブルがある場合というのを表示行為の錯誤といいます。これについてはこういうふうなものだというふうに押さえておいてください。いいですねじゃあ、錯誤じゃあこれはね昔はこのね95条って今、改正民法になってますけど昔はこれがすごくね短かったんですが。あの 改正民法されてこの条文の規定がものすごく細かくね整理されていますので少しここは条文を読む練習をしたいなと思っていますちょっと一緒にちょっと見ましょうえ95条ですけどこういうふうに定められています、ちょっとね、定めを見るとはい意思表示は次に掲げる錯誤であってその錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであれば取り消すことができる。 はいえー、まずは押さえていただきたいのは、錯誤は全部取り消せるわけではありません、いいですね、もう言い間違っちゃったから取り消しって、それね、そんな許されるわけがないと、えー、いうことです、ですので、だってね、もう単なる言い間違いなわけでしょ、ですから、まずポイントはここなんです、目的および社会通念に照らして重要なものであることが必要になります、あとでちょっと整理しますけれども、ただ、錯誤は全部できるかというと、そうではなくて、 えー、法律行為の目的及び取引通念の社会通念に照らして重要な場合しか取り消せませんで取り消せるものは何かというと1号で書かれているのこれ表示行為に対応する意思を書く作語とありますがい表示行為というのはソフトクリームをくださいとかさっきありましたよねそううの表示行為に対応する意思がないつまりアイスクリームをくださいという風な意思が書いている場合これが1号でだんだんこれ分からなくなってくるでしょ これのね、このソフトクリームね、もう見ていくとわかる。要はこの内心的効果意思と内心的公開意思と、と大きさ変えるね。はい。表示行為でこれとこれを書く作語っていうのが、あ、これ多分ここに書かない方がいいまだ。え <laughs>、このこの二つに作語がある場合がこの一です。表示行為に対応する意思を書く作語。つまりこれだよね。 アイスクリーム買おうって思っているのにソフトクリームくださいって言っちゃってますよねつまりこの2つっていうのが95条の1項の1号に書かれているものですつまり私これよく言うのは勘違いと言い間違いですいいよね内容の錯誤って一言では勘違いです ドリアとグラタン混ざってるね、この人みたいなね、えー、そういう状態、勘違いしている、こっち言い間違い、り勘違い、言い間違いが95条1項、1号です、で2号を見てもらっていい、2号は、すごくなんか変なこと言ってるのよ、表依者が、ちょっと映すね、表依者が法律行為の基礎とした事情について、その認識が真実に反する錯誤、これ、動機の錯誤です、動機の錯誤をこのように、なんかすごくぐちゃっと言ってるんです。 小難しく言ってるんですよだってそうでしょ、この基礎とした事情についての認識が真実に反するってことですから基礎の事情が違うってことはまさにこれだよね、おいしそうだって思ったっていう部分、その内心的公開意思と呼ばれるアイスクリーム買おうっていう基礎となった事情はなぜかおいしそうだと思ったっていうのが基礎事情にあるということは、これはこれについては。 95条1項2項ということになります、はい、でこの場合結局取り消せるんですよ取り消せるんですよ、錯誤でただ気をつけなきゃいけないのは、まあ、ここは整理するからねえー、っと、まあ、ここはあまりあのがっつり映さなくてもいいからね、えー、つまりあごめんなさいえー、っと、はい。あごめんなさい いい内容の錯誤や、えー、表示上の錯誤でこれはさっきも言ったけど一般に表示行為の錯誤と呼ばれていてこれが95条1項1号で書かれているわけですね。そしてもう一つが動機の錯誤 でこの動機の錯誤というのが2号で3でこの2つは取り消すことができるんだけどただ取り消せる条件って今覚えてます書いてあったよね目的および取引上の社会通念に照らして重要じゃなきゃだめですいいですね、えー、つまり重要な錯誤じゃなきゃダメってことですこのつつについては あごめんなさい取引所ねちょっとごちゃごちゃ書いてますけどこういうことですね えー、つまりどちらも錯誤の取り消しはできるんだけど対象としては95条の1項の柱書きですね柱書きに書かれている通り目的及び取引上の社会通念に照らして重要であることが必要とされていますでこれね取引上の社会通念とか言ってるけど難しく考えないで、ね、みんなそう思うっていうことです社会通念に照らしてってことはあなただけじゃなくてみんなそうでしょっていうのが社会通念に照らしてってことです。 でこの、ね、動機の錯誤ってよく私,が私に限らず教室説明になるものはあの絵,を絵がさ本物の絵だと思ったから買ったっていうケ、ねえース有名な,なんか画家の絵ですとこれはで本物ですよとあじゃあこの絵欲しいなと思ってねじゃあ100万円で買いますわと思って100万円で買ったとで実際、蓋開けてみたらななんか知んないけど別物だったと偽物だったといや本物だと思ったから買ったんですよという場合こっちだよね動機の錯誤でね。ね 本物だだと思ったからその絵をくださいなんかよくピカソの絵をくださいだってよく出てくる話なんだけどえこのピカソの絵は本物だから買いますとで実際じゃあそのピカソの絵くださいって言ってピカソの絵を買いましたっていう時に実際それが偽物だった時には動機の錯誤だよね本物だと思ったんだと偽物だって分かってたら買いませんでしたっていう場合でしょでこの時さじゃこれを満たすかどうかを見るわけ。 目的とか取引通年の社会通念ってらして重要かどうかってことだから普通の人だったらね本,物か本物じゃなかったら買わないでしょ100万円とかの価値のもの百万円で買いますまあピカソの100万円で買えるかって別の問題としてねえだ本物じゃなければそれは買わなかったってそれはそあなただけじゃなくてみんなそう思ったよねという場合にこの目的よび取引上の社会通念ってらして重要って言われるわけですで。ただ動機ののってすごく厄介なのは あのコンビニとかで考えてみてくださいもうありとあらゆるもの動機の錯誤されたらたまったもんじゃないですよねもう取り消されまくりますよねなんかコンビニの新商品とかね、えー、これうまいと思ったから買ったんだけどねって動機の錯誤ですよみたいな、ねえー、そんなことやられた,たらもうひたすら取り消されてしまいますので動機の錯誤って厄介なのは目に見えないんですわかりますだから動機の錯誤には条文でさらにプラスアルファがある動機の錯誤の時には95条の2項を見てみてはい この全項第2号これ条文の読み方ね前項第2号の規定によるというのはこれはあ、これ、条文読むとき大丈夫ね、1号が表示行為の錯誤、2号が動機の錯誤ということになりますよね。で、2項でなんて書いてあるかというと、その全項第2号の規定による意思表示の取り消しということは、動機の錯誤って読み替えてるね、これね、つまり動機の錯誤による取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが、 表示されている時に限りすることができると書いてあるつまり動機の錯誤の場合には動機を表示しなければダメですだから買うときにこのピカソが本物だと思ったから買いますっていうふうに相手にちゃんと伝えてなきゃいけないんですねわかる後々になって後出しじゃんけん的なことできないように動機の錯誤の時にはまずもってそれを動機を表示してなければできませんとだってその時に限りって書いてあるでしょということはそれが表示が必要ということは 動機の錯誤の場合には、これをきちんと、動機を表示することが95条2項で求められています。ですので、これからです、ね、認められるかどうかは別として、なんかね、取り消したいと思ったらね、錯誤になる可能性があるときは、とりあえず動、ね、機を言うと。 コンビニで新商品買うときとか、ねえー、これは私は美味しそうだと思いましたから買いますってレジボーンと思持っていく、ねえー、多分、社会通念照らしてあ、まあ、重要じゃないってなるから、ねえー、たかがコンビニ商品とかなって終わっちゃいますけどたかがつちゃいけないけどね、えー、コンビニの新商品でね社会通念照らして重要かということは問題になるけれども何、まあ、かあったときに、ね、そういうことを言えばいいわけですね、まあ、逆に言わなかったらアウトですからもう95条2項で、ね、表示しなきゃいけないと。ただこれはね 表示って書いてあるけれども、はっきりと表示しなくても、目次でもいいという判例があります、えー、セブンサミット127ページにあるんですけれども、127ページの、ね、真ん中辺にありますがその、はっきりと言わなくても、その目次っていうのは、その態度でわかる場合、いいよね、もう態度でわかる場合とかであれば、もうそれは動機が目次に表示されているときであっても、これが法律行為の内容となることを妨げるわけではないと。 ですので、さっきのピカソの例とかでいうとです、ねえー、実際にこれが本物だから買いますとは言わなくても,もう明らかに本物だから買うんだというようなそのような態度が見て取れる場合その人が要するに例えばその美術品のなんかそういうコレクターのね雑誌を読んでいたりとか、えー、もしくはもうピカソの絵が本物とは言わないけれどもそのディーラーさんとの間でもうその本物であることが前提としたような、ねえー、そういう話をしている場合であればそれは。 あのはっきりと本物だから買いますって言わなくても態度で分かるでしょって場合は目次と言いますこの場合は表示っていうのは目次でも、OK、とさっきのコンビニのなんか、ね、新商品の事例だったらね 取り消せないとは思いますけどおい、えー、しそうだから買いますとか言わなくても,、ね、もうよだれだらだら垂らしてレジ持っていけば、ねえー、多分目次的な動機なんでしょうね <laughs> もうもうよだれ垂らしながらもう、ね、もう今にも,も,うむもう開けるぞみたいな感じで、ね、コンビニにバーンと行けばもしかすると目次的においしそうだという動機が表示されていると、えー、いうふうに考えることはできなくはないのかもね。ということです、はい、ではこの95条、ここは、ね、ポイントがあってなんで錯誤って取り消せるかというと、ね、誰のため 当然、これは表依者、その錯誤で間違って言っちゃった人のためですよね、でもし仮に、この言い間違いとかね、あ,のありましたよねで、言い間違いは当然、取り消すのは、その言い間違った人がかわいそうだということはありますけれども、さっきのドリアとグラタンの例考えてください、さすがに間違えちゃいかんでしょうっていうね。 まあ分かんないですよドリアが、ね、世の中に出回った頃とかだったらいいですけどもう今になって、ねえー、ドリアをくださいとグラタンくださいと、ね、ド,ドリアとグラタン間違ってましたとかね,、えー、さとかねもしくは、ね、あのなんか肉まんとあんまん一緒にかん勘違いしてましたって、ね、それは分かるだろうっていうね肉とあんだろうっていうね、えー、肉まんとあんまん同じもんだと思ってましたって、ね、それはありえないでしょでこのよう。にあくまででもこれ落ち度ががない人が前提です 落ち度がある錯誤というのは当然保護に値しませんから取り消せませんそれが3条に書いてある、はい、重大な過失って書いてあるでしょ錯誤いいが表依者の重大な過失によるものであった場合には取り消せませんいいこれはここね新設条文だからしっかり押さえてあのここの条文というのはこの95条というのはあの改,正改正民法で整備されたところだからあのちゃんと押さえておくとよ A さんがいて B さんがいてまず原則としてはこうなってれば 原則取り消し OK ですいいですねこうなってればねまずこれを満たす時95条のその立て付けをしっかり押さえておこう、えー、目的および取引上の社会通念を照らして重要なこういう内容の錯誤、えー、表示の錯誤であればこれは同期あ表示はいりませんで動機なら表示しましょうでこれを満たせば取り消せますと相手方に取り消すぜって言えば、えー、なかったことになりますただ、はい、A が重過失がある場合 重過失がある場合は取り消せませんいいですねこれは95条3項ですもう条文の1回目の講義だから条文を使いこなってみたらね、えー、重過失なら NG でなぜかというと A を保護する必要はないわけですねでむしろむしろそれだったら B 保護した方がいいですよね いいですね落ち度があって,って取り消されたらたまったもんじゃないですからさっきのね、えー、これもコンビニとお客さんコンビニのお客さんと店員って考えればいいよ取り消せるけどコンビニのほうからしても取り消されたら困ったわけですからお客さんが重加湿あるんだったらそら取り消さないっていうふうにする方がこのコンビニエンスストアにとってもいいでしょっていうねそういうい話ですでただ、ですね例外があるんですここは面白い話で、えー、この3項のこれは柱書きに書かれてるんだけど ただ例外があるんだよ、さらに。次に掲げる場合を除きって書いてあるでしょ、条文。じゃあ、次に掲げる場合、なんて書いてある相手方が、表意者に錯誤があることを知り、または重過失によって知らなかったとき、難しく考えないので、このときでも、例外の例外、A が重過失なんだけど、B さんが、これ、いいかな。B が A の覚悟を知っている場合、もうこういうの、つべからく答えねで A さんが覚悟に陥ってますで、すごい重過失で覚悟に陥っていると、だけど B さんが、ああ、こいつ、覚悟になってるねって分かったと ほらこいつあ勘違いしてるなと、まあ、重過失なんだけどね重過失なんだけど錯誤に陥ってるなって分かってるんだったらそれは B 保護する必要なくなるよね,今度ね分かりますさっきの大きな取引の方が分かりやすいそのこの A さん B さんがいたとするでしょでさっきのピカソの絵の例を考えれば動機の錯誤が分かりやすい A さんは本物だと思ったよし買いますって言ってねで B さんはだ、まあ、騙してるとしましょうあなんかそういう感じね、えー 偽物を売りつけたと本来だったらまず動機の錯誤で動機が表示されていれば重要であれでじゅ表示されていてかつ目的および社会通念上の、ね、取引上の社会通念で重要だとそのピカソの絵が本物だってことは当然通常重要ですから原則取り消せますだけど取り消せるんだけど A さんが落ち度がある場合ねものすごい重過失に陥っている場合。 その絵がねピカソは本物だと思ったら買いましたって書いてあるんだけどなんかねそこになんかもう明らかにそれ日本画でしょ水墨画でしょこれみとい,いう場合ですねもう水墨画持ってピカソの絵だと思いますね本物だと思いましたそれはもう明らかな重化質ですよねもしくは絵にねモネとか書いてあって見た瞬間でっかくモネって書いてあるよねピカソの絵だと思いましたそれは通らないよとでその時重化質なんでその時は A を保護する必要はないからそれはもう B を保護して取引有効にすべきでしょ。だけどこの A さんが 勘違いしていることを今度は B さんは知っていると認識しているという時です、ね、ああこいつ騙されとるアホだなみたいなね、えー、モネって書いてあるんじゃんみたいなねし、えー、めしめみたいな感じになってる時はそれは B 保護する必要今度なくなりますよねとすれば原則通り今度はこの場合は取り消し OK になりますここが難しいよね、えー、つまり A が B が A の錯誤を知っている場合もしくはそれに対して重過失だね、えー、と重過失ですよね の場合には原則通りり取消し、OK、とそしとそてもう一つありますこの2はなかなかすごいね、相手方も錯誤になっていると、ね、お互いに、ね、もでっかくモネって書いてあるのに、お互いもピカソだと思い込んでね、えー、ピカソです、ピカソですみたいな、ね、ね、えー、それはもうお互い錯誤になっちゃってるんだとそれは成立させない方がいいでしょう。 もうお互いなんか不幸になるだけですからね、そんなんやっちゃうとね。えー、ですので、そもそもお互いにその意思がない状態になってますから、そういうのを共通錯誤って言います。えー、共通錯誤の場合には、これも取り消し OK ということになります。これは95条3項ですよね。95条3項,1項を 九十五条を三項2項、1回目の講義だからあの早くどんどん,どんどん進めるというよりはむしろその法律の、ね、なんか読み方とかえ具体的な考え方というのが分かるとい,いですでさっき前も、ね、あの全体構造でも言っているけどこ,れこんなの分からんわとなりますけどあの英語とかと外国語と同じですから法律って慣れてくればこういうのがパッと分かるから。 なのでまずはその1個1個手順を踏んでいくって練習ですねでその時に繰り返すけれども保護する必要性があるのは誰かっていう視点を持ってね全部、この意思表示でそれで動いてますからですからこの場合だったら取り消し OK、誰のため ?A のためじゃあ A に落ち度があれば A を保護する必要はないよねじゃあ取り消させない方がいいでしょうとでそれはもう言い換えれば B のためですよね逆に言うと取り消されるってリスクでしょ売る側からすれば。 だから B のためにも、じゃあこっちは A B のためだけど B に落ち度があるんだったらそれは原則としてまた A に戻っていいんじゃないとキャッチボールですよね、えー、A の18なら取り,取り消せないでも B がその A の錯誤に陥っていることですよねあ錯誤について分かってるんだったらそれは取り消させてあげた方がいいよねと。 B 保護しなくてもいいじゃないとであとはちょっと特殊な例としてお互い、錯誤になっちゃってるんだったらそれはもう最初からなかったことをすべきでしょというのがこれ最後になります、はい、でこれが取り消しの話で最後、錯誤を極めましょう、えー、4個、はい、錯誤の取り消しについては善意無過失の第三者に対抗することができないというのが最後おまけにありますでこの錯誤の規定は最後に理解してほしいのがじゃあ、錯誤になってますこれはちょっと重要なところ A が B に対して、錯、え、誤、ー、に陥っているという状況ですよね。ごめんなさい、ちょっと。はい、えー、っと、錯 <laughs> 誤取り消しを、まあ、95条1項に基づいて B は、ただね、これ、どういうことが状況になっているかというと、じゃあ、さっきのピカソにしましょうか。はい、ピカソ ピカソを売りました、えー、といいですねピカソを売りましたえっといいですね何らかのものを売りましたえーまあ、ちょっと例としてはちょっとさっきの逆にしようかなあのこの人 A さんは 自分の持ってる A がなんかすごく安いねレプリカだと思ってたんだねで実は本物で B さんがあのであの買,買ったわけで安くね安く買ったんだけど実は A さんは錯誤に陥まあ動機の錯誤ですよねレプリカだから売っちゃったんですよあこんなのレプリカだと思ったからいいよ100円で売るわって言って売ったとで売ったわけですねでまあ実際後々になってうわこれ本物だったみたいなのが分かっちゃったと え本物だからでで取りり消すすぞみたいなねねこれよよくありそうですよ、ねまあ、逆さっきは逆にねあのほ本物だと思ったから買いましただけど、まあ、逆に A さんはこんなの何の価値もないと思ったから売りましたとで実際に売ったんだけど売った後にああ、作語になってたとこれ本物だったから動機の作語でもう明示的に言,言ってたとしますよ、うん、これ偽物だから売りますわっていう風に言ってたんであれば、まあ、表示もされているから作語取り消しできそうただ問題なのはこの作語取り消しする前に C さんが丸ピ、えー、このピカソの絵を買ってたとでその後に取り消したという場合ですちょっとここはねあの本当は次回の講義で詐欺取り消しとかもやるのでその時に触れますがさあこういう場合なんですよ。いいこれれさんからしてみれば 作語取り消しってどういうことかって取り消されるまで有効でしょということは取り消されてしまうとなかったことにされちゃうわけですよとするとね原則通りで考えるとこの作語取り消しっていうのを無制限に認めるとこの人が取り消したら全部リセットされちゃうわけでそれってさすがに取引の安全って感じてからまずくないだって取り,取り消されるまでは一応有効だと思って B さんは C さんに売ったわけですよで場合によってはもしかしたら C さん D さんとかいろんな人に転売するかもしれないよね もしかしたらわけわけかんないもう P さんぐらいまで言ってるかもしれないでも P さんぐらいまで言っててで A さんが「ああ、錯誤取り消します」って言ってじゃあこれ無効ですっていうことをさすがに許すわけにはいかないでしょういいよねつまりこの C を保護する必要があるの第三者ねさっき全員無科室の第三者という,ふうになりますけれどもいいかな えー、全員無過失の C がいた場合 C を保護する必要性が出ます、えー、なぜならば取引安全もあるし C のさ信頼を保護する必要があるでしょうとするとこのような錯誤、えー、取り消しっていうのをやってまあ 簡単に言うと錯誤取り消しってシンプルでねもうちゃぶ台返すようなもんなんだよわかる今まで取りやってきた取引関係全部ちゃぶ台バーンって返してなかったことにしますっていうのが取り消しでしょでこれをじゃあ第三者が現れたこれ仮にね誰もいなかったらいいのよいい誰もいなかったら別に B から取り返しはいいんだけど B から別な人に行っちゃうとこの人ってさ保護する必要性出るじゃないですかだからやっぱりその94条とかと考え方似てるのもう新しく入ってきた人が出てきたら いいよね、新たな法律上独立した法律上の利害関係ある人が出てきたらこの人を保護する必要がせるそうするとどうなるかというとこの場合、善意無過失だったら取り消しできなくなりますでこれが95条4項の規定です失礼しました95条4項の規定としてありますちなみにこれは このあとやりますが詐欺でも全く同じ規定がありますえ詐欺の場合でも A さんが騙されて売っちゃったよくありそうですよね、えー、なんかしなきゃ騙されて売っちゃいましたで売っちゃったら転売されてその後に、えー、取り消しとってことでさ詐欺だから取り消しますっていう時もそしたら C がかわいそうじゃないですか詐欺取り消しって受けちゃってじゃあなんか一番最初のなんか A さんが詐欺,詐欺で取り消すらしいよじゃあ返してねってそれはさすがに嫌でしょっていうね 取引成り立たないでしょということから詐欺の場合にもこれ認められていますででちなみにこれはポイントとしてしっかり押さえてほしいのはじゃあこの第三者について2つの例を紹介しますこれ今やったねもう一つ例を言うとこれ本当に落書きのようになります A さんが B さんに、まあ、売却しますよねそしてその後取り消しますよね で取り消した後に売却し,たとします。と、はい、この場合どうかというとですねさっきと事情が違うの分かりますなぜ95条4項とかもしくは96条もちょっと引いてもらっていい96条の3項にも書いてあるでしょ詐欺による取り消しの意思表示の取り消しは善意かつ無過失の第三者に対抗することができないって書いてあるよね。 つまり、詐欺とか錯誤,のあ誤とか詐欺の場合は第三者に対抗できないの取り消せないの簡単に取り消せを対抗できないで対抗できないって権利をとか法的地位を主張できないってことでしょつまり取り消しによって生じる法的効果は主張できなくなっちゃう第三者にじゃあなぜ第三者を保護するかというとその取り消しによってオールリセットされちゃうのが嫌なんだよねわかりますよね取り消しによってリセットされちゃったらそれは取引,安全に取引安全に反するよねだから取り消せなくする。とするとね 影響を受ける第三者って誰かっていうと取り消す前の第三者だけだめですよわかります取り消す前に入ってきた第三者だからこそ保護する必要があるんでしょそこで言ってることわかるかなつまり取り消される前っていうのはまだ取り消されるか取り消せないかわかんないでしょでどうその後もしかしたら取り消されるリスクはあるような状態で取引関係に入ってくるわけだよでそのようなものがその後取り消されてね後々に取り消されて不足の損害が生じるってことがあるわけ だからそういうふうな不足の損害を生じないようにその,そのものを保護するということとするとこ,のこういう場合が典型なのよ要するに売却して売却してとていう転々譲渡に売却をしていてそしてこの C さんは取り消される前に入ってきてるでしょでこのように取り消し前に入ってきたものっていうのはその後々になって取り消されるということについての損害をやっぱりさせるべきじゃないでしょ後々になって、ね、丸3で取り消されるという声を認めちゃったらまずい。でも こっちはどう売って取り消してでしょうその後に入ってきた人って別に保護する必要ないんですよねわかる取り消しを保護する取り消しをねあ第三者保護するっていうのはその後々に取り消されるっていうことから守ってあげるってことでしょうということは取り消されたあとに入ってきたこの場合保護する必要性はこの特に95条とか96条に保護する必要ないじゃあどう処理する今日応用みたいな問題です例えばこれが 不動産だとします状況かりますす状況かり取り消された後に売却したってことはもう取り消しの関係で B から A に返せという状況なわけでしょ取り消したからでその後になって C がしゃしゃり出てきたわけでしょはい分かりますねこれ二重譲渡です 要す,るに B が要するに A が B に対して返せという、ねまあ、復帰的な物件変動になるんですかね、えー、戻すというベクトルとでそのあとに入ってきたがポイントあとに入ってきてるからそのあとに入ってきたってことはさっき言った94 95条を4項とかで守る必要はないわけですね取り消し後だから。とすると結局のところ B から A に返せというベクトルと B は C に売却したというベクトルがただ単に併存しているというだけ。 とすれればこれ単なる B を規定というのは20条ということになります。とすると,へ、えー、っと、こういうことでございます。結論からすると、取り消し前の第三者というのは、95条4項とか96条3項で保護されるね。で96条3項はこれ詐欺になっているだけ。 さっきの錯誤だったものが詐欺になっているだけですから、えー、錯誤、そして、取り消し後の第三者は、ごめんなさい、ちゃんと書きます、対抗関係ということになります。だから不動産ならば登記、動産なら引き渡しを受けたものが勝ちます。 全体構図でやりました対抗要件は動産普通のものだったら引き渡せばいいんでさっきのピカソ事例だったら A さんがピカソを B さんに間違って詐欺,詐欺で売っちゃったとで A さんがうわこれは勘違いだ取り消しって、ね、詐欺だから取り消しって言ったら B さんやべえと思って C に売っちゃったとありえそうですよね,なん,かね、えー、なんか A, A さんがその騙されて B さんにピカソの絵を売って。 でピカソの絵を売ったら A さんはあこれ、騙されたって気づいたから取り消すぞって言ってじゃあ返してくれって言ってんだけどで返してくれって言われたら B さんからすればやべえと思うわけじゃあ、よし、C に売っちまえって言ってね、えー、善意無過失何も知らないねでこれが例えば悪意だったらだめよな C 保護する必要全くないからね、えー、善意無過失の C さんに対してこう売ったと。 いうことでですよねで売ったと、でその時こういう状況あるじゃん、じゃあそしたら A さん、BC さんどっちがいいかって言ったら当然、先にピカソの絵をもらった方が勝ちです、先にピカソの絵を引き渡してもらった方が確定的にピカソの所有権を得られます、いいよねでそれに対して例としてもちょっと回りくどいけどしんだけどこれ取り消し前の時はピカソが転売されて C のところに行っちゃってでピカソが C のところに行った後に取り消しますっていうことは言えませんと、それは C にとって酷でしょ、取引安全の観点から。 ということですね。で、ここであとは一つね、コツコツというかね、あの今日のこの民法改正されてからいろいろ整備されてるんだけど、なんで無過失いるんだろう。さっきのさ通報虚偽表示はさ善意だけだったよね。いいよね、善意の第三者だったよね。で、さらに。 あのちょっと触れとくと93条の心理留保でもね同じような規定があってですね善意の第三者に対抗できないというねこれはあの94条2項と同じように心理留保でもね2項の規定があるんだけどさてこの錯誤と詐欺ってじゃあどうして無過失までいるかってなんか,分かりますこれねなんか無過失までいるんだということを言ってますけれどもはいえこれは理由は明らかです。 A さんと C さんとの関係で問題になってるでしょつまり A さんを犠牲にして C さんを保護するんですいいよ、ね、取り消しができないってそういうことでしょ作後いい、ね、取り消しや詐欺取り消しができないということは作、え、後、ー、取り消し詐欺取り消しができないってことは A さんの利益を犠牲にして C さんを保護するってことですとすると C さんを保護するにあたって何を見るべきかというとさっきの94条2項と110条の関係と同じ A の落ち度を見てください A の落ち度が大きいのであれば全員で足りるんですよ、いいですね A の落ち度が大きいんだったら C 保護すべきだということでしょで、A の落ち度がそこまで大きくないんだったら、それは C の方もハードル上げなきゃだめでしょ、いいよね C の落ち度がそんな大きくないんだったら、やっぱりあ A かい、ごめ,んごめん、A の落ち度が大きくないんだったら、それだけ C さんに対してもその保護するためには、それなりのことをやってなきゃ困る、はい、通常、錯誤と詐欺って A さんの落ち度大きくないんです。 何らかの理由で錯誤に生じたりもしくは詐欺に合っているわけですよね。とすると、そのいわゆるその自分から積極的にう、ね、嘘なことをやっているといったような場面とは異なって詐欺とか錯誤に陥っている場合何らか A に、まあ、同情すべき点があることが通常なのでじゃあ A の落ち度が小さいわけだからその分 C さんに対する権を課長していこうとハードルを上げて無過失までいろうということでこの改正民法ではこれはえ無過失まで要求しているという,ふうに説明されます。 ごめんなさいこ,こなんか全員、向かっていただれてこれ,これは忘れてください、すみません、これ,ちっ訂正しますこれは関係ないね、これこの場合、単対抗関係で、ね、この時はね、えー、売却して取り消しして売却したって場合は、えー、単純にこれは取り消しの復帰的物件変動と売却っていうね、えー、単なる二重譲渡の関係になりますので、えー、二重譲渡の関係ですから、特に対抗関係ですから、この。 税、昔の議論はちょっと関係ないですね、すみません、ちょっとなんかここはごっちゃにならないようにしておいてください。はい、ではそれではラストになってくるところですが、はい、もうちょいやりますけどね、はい、じゃあ脅迫の場合って取り消せるかなということなんですね、えー、我々はさっき,さっきからね詐欺、錯誤、脅迫って3つ出てきて、あれと思った人いるかもしれない、96条は,これは知識で押さえておいてくださいで、どういうことかというと、条文としてはこういう条文なんです。 えー、詐欺または脅迫による意思表示は、えー、取り消すことができるという条文ですねまあ、覚悟と規律は同じですわ、覚、え、悟、ー、と規律は同じで、まあ、詐欺なり脅迫なりを受けた意思表示というのは取り消せるんです、あ脅迫受けてました取り消せます、ただ、さっきやったけど参項で詐欺による意思表示の取り消しは善意で無過失の第三者に対抗することができないとされているのは、その詐欺を受けた人については、 これもいいね取り消し前の第三者が現れた場合には詐欺取り消しできなくなりますいいですね、えー、取り消し前の善意無可欠の第三者が現れたら詐欺取り消しはできなくなりますでは脅迫の場合はどうかというと条文では脅迫の場合は取り消し制限がかかってないんですねいいですねこの条文ってあの読み慣れないと難しいけどあの1項で取り消せるよだけどそのの3項で詐欺の場合には 全員昔との第三者が対抗できないということだからその詐欺の場合は取り消せない場合があるとじゃあ脅迫の場合なぜ書いてないのかとこれは理由は脅迫はそのような取り消し制限ありません別に取り消し場合に第三者が現れてもねこういうねえピカソピカソしているときねえピカソピカソしているときこういうふうポンポーンと言ってでその後取り消すときに脅迫の取り消しはこのような取り消せないってことはないなぜかっていうとねこれは法律を理解すればために大切です 脅迫を受けている人には落ち度ゼロです、通常。分かります錯誤に陥る詐欺を受けるはそれに若干の落ち度あるよ。何騙されてるのみたいなね、えー、いうところあります。錯誤も何勘違いしてるのという、あるけど、脅迫って通常はあの脅迫受ける側に落ち度はないんですよ、だからこの点については取り消し制限をさすがにさせるとあのまずいと、要は取引安全よりもやっぱ脅迫受けたもののほうを保すべきなんですよ。ですから注意して欲していのが 脅迫の場合には脅迫の場合には取り消し制限はないとなぜなら A に、まあ、通常落ち度がないよねっていうねですからやっぱり取引安全 でこれよく考えてみるとさ脅迫を受けた人と取引の安全どっち優先するかというとさすがに脅迫を受けた人の方を守るべきじゃないかということだよね、うん、取引安全、取引安全っつって、ね、そっちで脅迫された人が、ね、保,護保護されないというのはさすがにその脅迫というものを考えれば、ね、えまずいんじゃないかというところはあるわけですね、はい、そして最後ですねこれであの新しい知識はラストです条文せっかくだから96条で1個だけ残ってますが2項があります96条2項でこのような規定がありますこれはシンプル 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺をした場合でこれ、慣れないうちはね民法って本当に難しいんだけど相手方に対する意思表示についてなんか適当に書いてみようか相手方に対する意思表示だからねあごめんなさい大丈夫だね相手方に対する意思表示相手方に対して意思表示しましょうでこの時に第三者が詐欺を行った場合と。 ということですね例えば、まあ、意思表示一つ例としてえー、っとごめんなさい、ぐちゃっとしちゃったなんか適当なこれがあって買いますという意思表示があったとします通常こういうときって詐欺は B さんが働くんですよね、この絵は本物ですよとめっ,ちゃいいめっちゃいい絵ですよと。だからうう これ買いませんかって普通だったら相手方が詐欺を働いて買いますっていう詐欺になるのだけど場合によっては違うケースがあるのよ C さんが詐欺働くことあるのよ第三者がどういうことかというとで A さんがああついちゃう要するに第三者がそそのかしちゃうっていうケースね これが96条2項が想定している場面、えー、つまりまあ A、まあ、丸 P ですね、まあ、ピカソってまた書いておこう <laughs> なんかピカソの絵があってで普通だったらねこのピカソ持っているディーラーさんかな、えー B、さんんの方がねなんか 本物ですよ買いませんかって持ちかけるんだけどでその時は通常の詐欺なんだけどねそうじゃなくて全く無関係な、ねえー、C さんがいて、まあ、C さんが本物間違いないって言って A さんが実際にあ錯誤して、えー、買ってしまったとでこの時取り消せるかって問題ですこれは A もそうだけど B も落ち度ゼロなんだよねいいよね これ取り消せるってなっちゃうと B に落ち度がないのに取り消せるってなっちゃうとこれまずいですよねですからどういう時ってこれ条文読む前にどういう時に取り消せるかって想像できるようになってると法的な力ってだいたいついてきてますもう1回目でこれ取り消せないま取り消せるか取り消せないかって書いてあるこれ B さんにとってやはり何も事情を知らなかったらこれいきなりね取り消されたってのはまずいわけじゃあどういう場合が取り消せるかって言ったらこの詐欺の事実を知っている時だろうね 詐欺の事実を知ってて意思表示を受けるんだったらそれは取り消されるっていうこともやむを得ないよねっていうことはなんか想像つかないでそれ見て条文見るのよえ多分そう書いてありますはいえー相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合についてはね相手方がその事実を知り知ることができた時に限り意思表示を取り消せるとつまり B をやっぱりこれね あの法律って暗記じゃないよっていうのは本当にそこでね民法って今日の,、ね、あの1回目の講義の最初に言ってるけどあの暗記じゃないっていうのはまさにそこでねそれぞれの条文っていうのがどういうふうな場面で使われてるかっていうのをまず考えるでその時にその条文の規定がどうしてその規定があるのかそしてその際には誰を保護すべきかってこといいねということはその状況がちょっと変わるケースであればどういう状況になったらじゃあ例外が出てくるか。 っていうのを実際に考えていくわけですね。ねとするとこの原則論としてはやっぱり取り消せなさそうなのは B 保護しなきゃ、ね、いけないだろうとただ B を保護する必要性が落ちるときというのは B があごめんなさい詐欺について悪意もしくは有価質であれば 取り消しできますかという場合ですよね。ということは逆に言うと B さんが何も知らないんだったらそれは、ねえー、取り消せませんでよく考えてみると、そそうでしょだってあんたらの話でいうとこでしょわかる ?A、ね、C で勝手に騙されてるんだからそれ、B さん巻き込むわけにいかないでしょわかるだって 勝手に C に騙されてるんだから B としては知らんがなみたいなねそういう話でしょだから取り消すことはできないんだけどあー B さんがそのことを知ってるんだったら取り消せるということになりますえですから、まあ、悪意、有害質の場合にはでそ,の、まあ、そうでない場合って書いておきますがそうでない場合は取り消しはできませんということになります、はい、ということでここまでくると、えー、この 意思表示について抑えるべきところはほぼほぼ抑え切りましたのでえせっかくですのでまあ時間の方ですね内容としては新たな内容はここまでになりますじゃあちょっと最後まとめていきますのでセブンサミット使いつつですね昨後以降のところをねもう一度確認していきますやったところだけねちょっと見ていきましょう昨後ですけれども 126ページはやってますねで、127ページについてですが、動機の錯誤の定義ですね、動、え、機、ー、の錯誤は、えー、民法改正された後においては、表、えー、依者が法律行為の基礎とした事情についての錯誤というふうに言われていますので、えー、その定義を押さえておいてください、えー、そして、はい、これについては、表示が必要ね、青いところになります、えー、表示されていたときに限られるということですから、えー、表示というのが要件になります、そして表示は目次でも構わない。 いいね。表示は目次でも構いません。もうよだれたらしながらね、えー、コンビニ持っていけばいいわけですね。で、要件についてはあの講義の中で扱ってますので、えー、そこはちゃんと分かっていればオッケーということですね。はい。そして129ページに行きます。はい、えー。いいかな。と、作語は全てにおいてできるわけではないんですが、この目的及び取引上の社会通に照らして重要だっていうのが上にね書かれていますね。えー、これが作語の、えー、取り消しができる要件なわけですが、これは 繰り返すけれども、一般的にも重要であるっていうことを指します。通常の人でも重要なんだっていうことね。えー、そこのところはちゃんと押さえておきましょう。そして要件についてはですね、えー、重過失の場合とか悪意の場合についての話が、129ページ以降に書かれてますが、大切なのは129ページの取り消しと第三者ね、えー、95条4項の規定の話ですが、まず取り消し前の第三者について、この取り消し制限がかかるってことね。いいよね。 取り消し制限がかかるのは取り消し前の第三者の場合には取り消し制限がかかるけれども次のページぽっといくとですね130ページ取り消し後の第三者は対抗関係ね取り消し後の第三者は対抗関係になる。 そして共通錯誤っていうねすごい特殊なレも扱いましたよねえもうお互いに錯誤に陥っているか目も当てられない状況になったらそれはもう無効でいいよとあごめんなさいえ取り消せるってことね失礼しました。え共通錯誤になっている場合にはまあそれはまあお互い取り消しを認めるってことでしょうね。 はい、そして詐欺については、通常通りの詐欺ですので、えー、何言ってるのか分からないけどね、あの我々が日常生活で使っている詐欺と同じですので、ここについては後で確認すれば十分で。第三者の詐欺っていうね、96条2項で第三者の詐欺を扱いましたが、いろいろ書いてあるけど、状況だけ分かればいい。こういうことで、いいね、えー。売買契約で第三者が詐欺を働いた場合ですね。で、結論はここですよね。 第三者が詐欺を行った場合には相手方がその事実を知りまたは知ることができたときに限り取り消すことができるということになります,、はいですね、そして繰り返しになりますが善意無過失の第三者に対抗することができないという取り消し制限はかかりますがこれについては取り消し前の第三者ですからね 錯誤でおいても詐欺と同じでこれについては取り消し前の第三者ということになりますのでいろいろ書かれてますが結論としては134ペ,、ね、13ページのところに書かれています、はい、もう結論だけ押さえておけよ96条3項の第三者は取,引前に取り消し前に利害関係に入ったものを言うと。 ということは取り消し後の第三者については対抗関係ということになります。いいですね、取り消し後の第三者にについては対抗関係になるということになります、はい、でちなみに脅迫の場合は気をつけてほしいのは脅迫は138ページですねページになりますが脅迫取り消しは善意無過失の第三者にも対抗できるという点は気をつけてね。 脅迫というのは取り消せるんだけど詐欺と錯誤のような、えー、取り消し制限ですね税務過失の第三者を、えー、保護するという規定はありません、えー、取り消しの中でも特殊なものですよね、えー、奇跡性がないと脅迫を受けた人はもうねそれは取引安全に優先すべきだというところになります、はい、ここまでのところですね少しセブンサミットであの最初の、ね、民法のうちは、ね、扱うものってそこまで。えー 多くはないんですが、ちょっと読む場合には、チェック入れたところですね、えー、講義の中でチェック入れたところの前後を読んでいくという形で、えー、よろしいと思いますで、特に講義の中で扱っていない部分であったりとか、えー、特に扱っていないトピックありますよね、えー、例えば128ページあたりとかでね、えー、その信用保証契約に関するものとかね、扱っていないものについては、今の段階ではまだ扱わなくてもいいよということですので、むしろあの全体構造でも触れた通り、講義でやったことをしっかり抑えていくということと、 あとはあそうかそうか、えー、復習する際にはこの事例集を見ていただいてで事例問題集について、えーまあ、実際に読みながらあのどういうふうなことをやったかなというところがしっかり分かっていれば、ねえー、十分対応できるところですので,でそのでごめんなさい8、9についてちょっと触れておくとさっき言った取り消し事例です、<laughs> ごめんなさい私の方で、えー、ちょっと言っていませんがこういう場合ですね。えー、8番 A 所有の公栃、ね、ち,ちゃいます A 所有の公土地につき A、B、C って譲渡された後と錯誤理由として取り消しを主張したということですから事例としてはこうなるわけですね A から B に行って B から C に行ってその後取り消しということはこれは C さんは取り消し前の第三者になるということですねいいですね C さんは取り消し前の第三者になるということですからその取り消しによって、抗議の中でもまあ触れているところですが要は取り消しの,の96条3項の第三者というのは取り消し前の第三者になりますでなぜかというとその取り消しによって訴求項つまりオールリセットしてしまうということを制限することでまあ第三者ひいては取引の安全を保護するという趣旨ですからこのような取り消し前に来た第三者については90この場合、錯誤ですよね。 95条4項。失礼しました。十五条四項によって C は全員無過失であればね、C が全員無過失であるならば、A はもう取り消しすることができないということになりそうだと。で、それに対して右ページ、今度は事例としては、なんとな予想つくよね、A 所有の公土地につき、A から B に譲渡されました。そして今度は A は錯誤を理由として、AB 間の売買契約を取り消して、 取り消した後に B がどう譲渡したという事例になりますからそうするとこの C は取り消し後の第三者ということになりますからその B から A へ戻った後、復帰的物件変動なんて言葉が出てきますけれども、戻った後に C に行ってますから実質的に見れば、○2○3 がこういう関係に立ちますからとすれば対抗関係ですね、B を起点とした対抗関係に立ちますから不動産であれば東機を備えたものというのが確定的に権利を主張すると。 ということになっていくわけです少しね8番、9番の問題については、えー、実際、講義の中でですね、えー、事例というよりはむしろこのプレゼンターでこれですね、えー、この中でもまとめているところですのでこの内容をしっかり押さえていただければと思いますで復習する際のやり方ですけれどもなるべくまあ事例を見たときにどういうところが問題になっているのかなというね、えー、その結論の部分をね、えー、まず押さえつつ考え方の筋道っていうのを、まあ、復習していただければというのが一番だと思います。で特にあの こちらの解説自体についてもあの後々使えるようにですね今日第1回の講義なので第1回の講義で必要な内容っていうのを扱っあの講義説明してますけれどもあのこの事例書の解説の中ではそれも含めてそれよりもちょっと高度なところがねある程度後々勉強するときに出てくるところとかも触れてますので、まあ、講義の中で言っていないなというところは後々の学習のときにね また付け足していくところだと思っていただければと思います。少なくとも今日のところだと10番の問題までですね。10番の問題までのところについてはおそらくその解説とか自分なりの回答が出せるというところになっていると思いますので、で復習をしていただければということですね。それともう一つあの復習際有用性が高いのがこの最重要項目チェックシートです。こちらはあの講義の中で出てきたあの重要な考え方であったりとかその定義が 定義もしくは判例などなどで必要なものについてまとめているものですからあの逆に言うと、まあ、逆には逆じゃないですね普通に言ってあの今日やったの3ページから3ページから5ページまでで,でここで3ページから5ページまでやっているのが意思表示という内容なんだけどここで書いてあることが、まあ、網羅的に理解できていれば今日扱ったことで、まあ、しっかりと入門段階で抑えることっていうのは、まあ、分かっていると。 いうふうに判断できると思います。なので、復習する際にですね。えー、このチェックシートを見たときに、何言ってるかわからんと。いうところが出てきた場合には。例えば、講義の内容であったりとか、まあ、もしくはセブンサミットですね。で、その対応する箇所を見ていただいて。で、それでも、それでも、わかんない場合には、講義の前後で、私の方に来ていただければと思います。あの、逆の、こ、これ、この、この逆なんだけど、逆に言うと。あの、それでわからないところがあれば。あの。 その先々進むときにやっぱり苦労すると思うので、のその講義の復習する際にその分かってほしいということをまとめてますから、分かんないところが出てきたら、の私の方にまあ来ていただいてでもいいですから、それでちょっとあの分かんないところがないようにして次に行くと、なんで復習する際もそうですけど、次回の講義ですね、代理というところに入りますけれども、そのまあ講義に入る前に、この、 セクション1の意思表示とというところを一通り見ていただいてですねでそれでああ大丈夫だと言っていることをとりあえず思い出したって状態になって次に行くという形でまあ順次、復習していくとあの学習効率というのも上がってくると思いますのでよくこのレジュメの方ですねチェックシートと事例解説も合わせて復習に使っていただければというふうに思いますはいそれでは民法第1回の動きはここまでといたします。じゃあお疲れ様でした